わしやがなマフィアカジタです。わしやがな中村一です。わしやがな桜井正宏です。イエイ。そしてですね、今回は久々にブクちゃんもスタジオに来ております。これ挨拶して、ブクちゃん挨拶してほら。どうも、作家の岡です。あ、小さくなりましたね、最近見ないうちに。ブクちゃんね、あの緊急事態宣言中に受選挙に行っちゃって防具に変えられました。防具に落ちた。死んだ。ブクちゃん新しいブクちゃんはすごいですよ。首なくても動くから。自分の首、これ本能で動いてるだけだって。自分の首と交尾しますからね。ほらほら。いや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 、これはひどい。まあというわけでね、今回にぎやかに4人でお届けしていこうと思うんですけれども。なんてオープニングなんだ。落ちそうだけど。テーブルから落ちそうだけども。いやー、ありがとうございます。いや、本当ありがとうございます。ありがとうございます。考えてみたらスタジオは初めてですね。そうなんですよ。なるほど、こういうところなんだ。そうなんです。こっち撮って写真に送っちゃっていいですか。いいですけど、スタッフの目だけこうこうやってみたら。いやー、本当にね、わしゃ生自宅配信の方ではたびたびもうわしゃがな TV 創世期からお世話になっておりまして。そうですよね。まあそれより何より1周年おめでとうございます。はい、ありがとうございます。って考えるとやっぱりコロナの騒動の真っ只中に始まったんですよね、この番組は。ですよ、狙ってたわけじゃないんですよね、本当偶然で。まあそうだね、たまたまそのタイミングに出来上がっちゃったんですけれども、まあ、ちょうど皆さんね、家で楽しむものが、なんか枯渇してきたタイミングかなってところに我々がうまく滑り込んだって感じですかね。はい、で桜井さんもその最初期の方から番組見ていただいてたんですけれども、今回はですね、桜井さんにちょっとわしゃがな TV の楽しみ方という特番をやっていただこうと思ってまして。そんな話全く聞いてないですけど。僕も聞いてないですから大丈夫です。桜井さんだけじゃないです。まあ、俺も聞いてみましょう。作家も聞いてないって言ってるんで。誰も聞いてないじゃないですか。真面目な話、桜井さん、なんでわしゃがな TV をそんな最初のうちから見てくれてたのかなって。いやー、ほら、その前にお友達だったわけじゃないですか。まあ、そうですね。その前からお付き合いがいろいろとあり、その延長線上で拝見したんですけど、ありがたい。本当にあれですね、時々言うけど皆さんいつもと変わらないですね。いやそうですね。それはそうです。そう簡単に変わるもんじゃないですわ。変えようと思っても。桜井さんが今日来るっつって編集部はピリついたんですけれども、我々はむしろいつものこと。それは敵意を持ってき違う違うピリついてたっていう。あの動じない編集長でさえ桜井さん来んのかちょっと漏らしてたらしいですからね。確かにね、うちの編集こういうの来ないですからね。めったに出ないですもんね。いや、来ないと思いますよ。ねえ、ご自身の番組か本当にたまになんか関わったものでコメントしに行くくらいじゃないですか。まあ逆にいろんなゲームのコンテンツに出にくいっていうのはあるんですよ ね、 でしょうね。何かのゲームを応援しちゃうと、何々参戦か、本当ですよ、もうすぐに騒がれちゃう。あ、大丈夫じゃん、防具大丈夫。言われない。ちょっと今危ないかなと思って。格闘防具参戦なんじゃない、みたいな。危ないかなと思って今隠しました、ちょっと。このままで言われるって思って。あとね、カジャ君、一つ言っていい？多分最初にこれ触れるんだよ。あ、なんですそれ。そうそう、その通り。どうしたんですか、それ。もらったんですか。これ、株式会社ムービックって書いてある。ありがとうございます。ザプムービックさんから1周年おめでとうございますということで、いただきました、ね。いやー、ありがたいスポンサーさんですよ、本当に。グッズが、こう未発売。あ、でももうぼちぼち？もうぼちぼち届くようになるのかなっていう。4月なんで。はい。リアルで見ると思ったより立派だったんですよね。グッズですよね。いいでしょ。思ったより大きかったし、思ったより厚みがあった。そう、写真写り悪いですよ、このグッズ。ブクちゃんの目が透けちゃってるのが怖い。黒巻きで、あ、もちょっと透けてるやん。いや、ブクちゃんはね、ブクちゃんはマジでね、緑なんで使ったのと思う。いや、それはしょうがない。目に砂嵐弾くみたいな。やべえ、いや、ちょっと怖いわ、あれ。いやいや、ありがたい話ですね。ありがたいですね。お花もいただけて。でも何よりありがたいのは、この1周年やってくる上で陰ながら支えてくださった桜井さんが実際に現場に来てくださったことですよ、本当に。いえいえ、また生ですね。あ、生だからもうポロっての言えないから。生だから頭がおかしくなって変なこと言わないようにしないと。確かにね。でもいつも家でやってる時の方がリラックスしてますけど、桜井さん本当に失言ないから
慣れてて安心ですわ。ありがとうございます。まあ、ないですもんね、カロリーしちゃうこと、ね、やばいことが、ね、もう何がやばいのか分かんない意外なところからなんかほら、うん、そういうのってね追求されるというか、うんうん、あの時の接続詞が伏線だったんじゃ、そうそうそう、もうそんな単語一つでさ、桜井さんがあのタイミングであの単語を言ったってことはみたいな、うん、つながりも出てきそうだ。怖いよ。ここに置いときは深読みしてくれるの。それは深読みする深読みするかもしれない。いやもう、あ、もう桜井さんダメですよ。今の映画もうキャプチャーされて海外でやばいやばいやばい、そこにこうやってカブトボーグ参戦みたいな貼られるんですよ、ね、ダメですよ。でもあのとりあえずそんなことが気になるので、うんうん、先に聞いていいですか。はいはい、何この WAT3CD。 まあ確かに長尾さん一番ダメですよ。なんでこれどうしたんですかこれ。え、これ知らない、うん、あ、ザク黒巻きにね引っかかっちゃうんですけど、ザクなんかかっこいいことになってる迷彩のステルス迷彩になってるけど、かっこいい、ミラージコロイド。これはまあ要は WAT3 のおサーベルサーベルネームサーベルサーベルよ、ゲーミングPCみたいになってる。 いいねなんかいやらしいサーベル持ってるみたいなサーベルにコメント流れとるやん、ね、サーベルだ、サーベルって書いてあった。まあこれは WAT3 のこのロボット魂のシリーズなんだけど、今日ねちょっとまあじゃあ冒頭から行かせてもらうけど、ゲストさんが来た時ってさ、いつも私物紹介をするっていう流れがなんとなくあるじゃない。一応番組の中ではだから今回もやろうと思って、桜井さんにもなんか面白いもの持ってきてくださいってお願いしたんだけど、うん、俺の持ってくるものとちゃんとつながるので。つながるの？つながるの？つながるのよ。この絶望の空に吹き荒れる嵐が。うん、そうよ。なんでメンオブディスティニーこれ、言っていいの？うん、じゃあ、流れ。言っていいですよ。流れ言っていいのね。このガンダムの大量のフィギュアに何の関連が。これの、そう、共通項は皆さん言った通り、うん、まあ、WAT3 なんですよ。で、今日ここで、うん、めっちゃガタつきますよ。手伝いましょうか。いや、箱パンパンに詰まってますよ。ちょっと誰か引っ張って。はい、まだあったわ。大きい。はい、うん、足りないやつがいるだろう、会社君。このラインナップだとWAT3 で、だってジムカンタもおるし、ジムキャノン痛いで、フルバーで言ったらザメルかい。ザメル、これ足りないのザメルであってんですかメンツで。これ足りないものって言ったらザメルでしょ。まだ足りないのいっぱいあると思いますけど出てねえんだよ。まあ基地襲撃のシーンであればそう、あ、なるほど。やっぱりザメルだろってことでね、うん、ザメル買ってたんだけど、うん、開けてなかったのを。ああ、そうですか。ようやく開けようかなと思って。あ、でも興味ありますね。俺ザメルは好きなモビルスーツなんで。そうでしょ。ザメルってモビルスーツだよな。これ視聴者の人が普通にザメルって分かるのがすごいですねうちそういう番組ですよ。履修済みですね。うちは義務教育なんでね、しょうがないですね。うわわ、なんかパーツ落ちてるけど大丈夫これ開けてないうちになんか開けてない落ちてる。多分転がりもあったんだろうね。でかい。でもナイチンゲールより小さいよね。え、これって他のやつとスケール感一緒ですか。一緒ってことはザメル相当でかいです。一緒なのかな。全部にでかかった。ザメ ル、うん、ロボット魂は全部スケール統一されてるから。へー、144分の1じゃないかな。マジでか。これザメル。おお、ジムよりでかい。でかすぎない？ザメルの腰パーツ、これどうやって取れてんの？どうなってんの？あ、こうか。はい、ザメルの決意。うわー、いいな。なんか書いてあります。ん？ザメルの決意なんか書いてあります。何？マークかな？ジオン。ジークジオンって書いてる。原作にあったんすか、こんな。あ、おー、あー、こんなん書いてたんだ。あのパイロット誰でしたっけ。なんか全く記憶にない、名前忘れてたな。パイロット乗ってるやつの顔は思い出せんだけど名前忘れてた。そいつが書いたんだな。コメントで書いてくれる人いるよ、うんうん、コメント欄を信用しろ。だけどここコメント欄あんま見えないですね。なんちゃらスキーだっけな。女好き違う触れちゃった。キ
ャノンの展開みたい。ゲイリーか。あ、ゲイリーか。ゲイリー？ゲイリー？平に寝かして。ああ、いいね。いい。アダムスキー、アダムスキーじゃなかった。アダムスキーって別のやつに乗ってないやつ。アダムスキー？それってゼロハ、あのダブルエイティじゃないの？違うか。ダブルエイティじゃないと思うんですよね。アダムスキーかゲイリーか、どっちだ。どっちなんだ。うん、アダムスキーだった気がするんだよ、ね。キャノン大迫力ですね。すごいな。こんな長かった。意外と稼働するみたいだよ。だ、足も動くって。これモビルスーツの身長を超えてますよね。ねえ、ここでジムよりはるかにでかいですよね。キャノン砲だけで。こいつヒートフォークとか持てるんだね。届くの。え？どこに格納してますヒート。例えばこう持ったとして相手に当てられるのそう。ねえ、先にガーンって言って。振り幅が全然ないんですけども。ちょっとバカみたいな戦いになっちゃう。近接格闘をしてるところってゲームくらいですか。ああ、うん、まあないでしょうね。土俵が。ああ。これ生かすとしたら長距離射程で直射とかして。うん、何ミリだっけな、ザベルの手法って。だいぶついてましたよね、確か。180とかじゃなかったっけ。180。じゃあ全然違う。680ミリ可能砲。80ミリ。そういえばガンタンクの手法って300キロ届くみたいな設定ってなかったでしたっけ。え、あ、それだけの設定ですか。はいはい、なんか聞いたことがある。東京名古屋間ぐらい届くのか。マジで どうやって逆にそれ観測して打つんですか。東京名古屋間で。それをハヤトがやらされるの。無理でしょ。設定上そんくらいできるって書いてある。ハヤトが目視するのかな。目視であの手法でこれよりちっちゃいのに空気の流れを考えて。これなんかかっこいい。このドラゴンボールみたいなエフェクトを使うらしい。シュゴーって。進撃してる時のザメルっすね。そういう感じ。なんか2号機と並んでるとすげえ映えそうですね、ザメルは。こんなのもあるね。カノン4エフェクト。おお、そうなのかな。おお、いや、なんかこんな感じの爆炎出てたと思います。バックファイアエフェクト。え、バックファイアあんの？そこバックファイアなんだ。なるほど。カキっていそうな。合ってますそれ。あ、でもそこしかないと思う。本当に合ってます？いや、合ってるんだけど。こうか、開けるの？開くんだ。なるほど。これをこうしてこう。おお。これ後ろにザクトが立ってたら。しかもね。ダメなんだ。あれですよ、うん。これもつくんだ。ん、ああ、速報から。ああ。前後左右に爆炎が広がるんですね。ザメルの手法って。いやー、わしゃがちゃ、わしゃがちゃじゃない、わしゃがなは平和だな。こんなもんですよ。もう長村さんが家にある処理のしようがないおもちゃの数々をどんどん持ってくる。これは梶田君にプレゼントをするための伏線なんだよ。なんすこれ。俺なんかプレゼントもらうタイミングでしたっけ。これ、ごめんなさい、これ渡してください。はいはい、はい、あ、ありがとうございます。なんだこれ。あ、書いてあるやんけ。やべえ、超嬉しいやつだ。あ、なるほどね。カッター使ったことある？あれ、あれ、カッター使ったことないように見えました。見えた。使い方わかんない。カッター使い方わかる。普段使わないですね、確かに。おお、やった。これ嬉しい。俺激推しのこれ。シーマ専用ゲルググマリーネ。うん、俺の大好きなゲルグマリーネで、しかも大好きなシーマ様の乗ってる機体。これがほら、なんかモビルスーツの中ではトップクラスに好き、トップクラスに好きみたいな話があったじゃない、うん、で、これをまあ発売はちょっと前だったんだけど、ええ、会社君にあげるタイミングで俺の家にある WAT コレクション持ってこなきゃって思ってたのよ。はい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 。だからこのタイミングだったんですね。もうザメル引きで見ると本当にぶっ破してるみたいに見えるもんだな。見えますよ、うん、案外。これなんで細かい、なんかパーツすげえいっぱいある。ちっちゃいの、なんだこれ、何のパーツだ。角じゃないの。
角の予備とかじゃない。ああ、ほんまや。指揮官用のブレードアンテナの。え、そんな、こんなパーツあったっけ。ああ、最初から指揮官用アンテナがないから。こっちにアンテナあるんですけれども、うん、アンテナは頭と同色のやつで、今の違ったんですか。今の違ったんですよ。じゃ あ, ちあの普通のアンテナじゃないの。背中についてる。背中につくやつだよ。無線とかにつくアンテナ。はい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 、無線のアンテナか。こんなとこまで再現してんだ。だけど、いつも疑問に思うんですけど、うん、中村さん、こんなに買ってどこに置いてるんですか、これ。一部屋潰してるんですよ。いやー、足の踏み場もなさそう。踏み場ないんですよ。当たり前のように一部屋潰してる。これは…そこに結構昔のゲームとか、あとそのアーケードゲームで戦国大戦とか三国志大戦ってあったじゃないですか、はいはい、ありますね。あれのカードもまだ全部ファイルで置いてるんですよ、フォルダして。ほうほうほう、それ大変だ。そう、だからあの辺も全部山積みになってるんで、とにかくもう物がいっぱいですね。例えばこういうのって余剰パーツとかがあるじゃないですか、はいはい、あのパンチのセットとか。ああ、ありますね。そういうものってどうしてるんですか。そういうのも全部もう箱で。今ないけど、あのジップロックに入れたりして。あ、ありますね。置いてますね。なんか気の利いてるものだとジップロックついてたりしますね。ああ、ありますね、最近ね、後でしまってくれみたいなね。ここに名前書いてある。あるある、最近ありますね。これはこういう風に。これ質感すげえプラモっぽいんですけれども、このシリーズってこんな感じなんですか。そう、うん、要はまあ組み立ててくれたプラモみたいな感じなんでね。組み立て済みのプラモ。物的には割と素組み的な感じですよね。そう、だからだいたい本当に好きでいじる時間あった時はこれに墨入れしたりしてた、うん、あー、確かに墨入れしたらより雰囲気出るかも、うん、縦なんだよな、何にしろやっぱり派手なのかな。ちなみにここにあるのはそのサーベルすごいぞ。これガトー専用のゲルググだから比較はできるよ。あ、それガトーの専用ゲルググでしたっけ、その色って。はい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 、戦艦を落としてきた、何だっけ、試作型ビームライフル。試作型ビームライフル、これジオンがほらまだビームライフル作れなかった時のやつ。やった後でかいやつ、うん、そう。これ、あ、そうか、盾ってマウントしてたな、そういえば。ここの穴に、ひょっとしてあの人説明書を見ないで勘で作ってます。もちろんですよ。なんかすげえ上げたことを後悔してない。大人になったらもう説明書なんか見ないで組み立てる。ちなみに当然だけどそれもプレネだからね今。何でもかんでもプレネよもう、うん。できた。見てくださいよ。あ、やっぱビームライフルが、ビームライフルじゃないんだっけシーマのって。いや、ビームマシンガンです。ビームマシンガンでね、うん、かっこいいね。かっけー。もうドラムマガジンがたまんないんですよね。やっぱり最高だぜ、ゲルググマリーネは。本当は俺、一般機のゲルググマリーネのスパイクシールドが好きなんですよ。ああ、うん、そうだったね。殴れるやつ、うん、やっぱりね、このね、ちょっとこれをあちらに、初代のね、に比べてやっぱ顔が男前になってるわ、うん、うん、全体的にこのデザインのリファインの仕方がいいですね、うん、実際にそのメカのデザイン等々の他に、うん、その模型になった時にさらにグレードアップしたりとかもしてるんだろうけど、ゲルググマリーネ洗練されてるんですよ、デザインが割と。こっち先行量産型ですよね。ボディーがもうね、この死にかけの人みたいで透明になってる。ちょっと島さんは緊張してる。ちょっと硬いかな、島さん。ちょっとポーズ硬いのはまあ気にしないでまして、かっこいいポーズ取らせるの難しいんだよな。いや、ポージングって難しいよね、うん、こうやって手元隠すとちょっとマシ、うん、あ、シールドの形いいな。これ、あれっすよね、あのゲルググのマリーネ、うん、コクピット、これあの話しますか。この間馬車ガナでちょうど言ってたコクピット話、ざわついたやつで、先行量産型のコクピットも、ええ、どうなってんのこれ。あ、こうなってんの、はい、のこれギーってあるやつ。これなんかあのバイオに出てくるハンドルみたいなので、キュッキュッキュッ、潜水艦と一緒で。でこうやって開けるやつ、ギューって開けてたんですよ、覚えてます桜井さん。あれ
あれそうなんですか。シャアが最初に出てくる。そうです。初代ガンダムのシャアのは、うん、シャアがテキサスコロニーでゲルググから降りるときにこうやって回して降りたんですよ。だから子供ながら僕は見ててそれで降りられるんだと、宇宙それでいたんだって。潜水艦のエアロックみたいなやつ。だからララはずっと大佐パイロットスーツを着てくださいって言ってたから。そりゃ言うわ。そりゃ言うわ。ゲルググの機密性を信用してはいけません、大佐。でもそれがつまりコックピットの目の前のハッチにあるんですか。はい、モニターは？あの時、あの時ってモニター下から出てくるやつなんですよ。前転向モニターじゃないんで。はいはい。だから多分こうウィーンってなってるだけです。いやーすごいジオンのメカニズム。脅威のメカニズム。ゲルググ生産を急いだからそこら辺多分削ったんでしょうね、手間を。ゴムパッキンついてるからね、うん、大丈夫だね、確かに。こうして並べるとだいぶプロポーション違いますよね。うん、違う。違うね、うん。顔も小さくなってんだね、ちょっと。小さくなってますね。マリーネはやっぱ後期のデザインだからスタイリッシュなんですよね。同じ豚鼻。後期ってほど後期かな。0083だから俺の中ではだいぶ後期なんですけどね。いやもうだってだいぶ前の話でしょ、あれ。一年戦争終わってでも3年経ってるもんね。あ、そっち、うん、そっちの方。あ、そうですそうです。作品としてではなくて。でも作品として見ても、うん、まあ随分経ってますからね。そう、作品としても、あ、そうか、作品としての年代と作中の年代の話をしてたんですね。そうですそうです。リアル、リアルと虚構の話をしてた、はい、うん、そうなんですよ。だからこれ、俺0083くらいのモビルスーツが一番デザイン的には好きで、うん、こんなガール好きなの、うん、ザメル。やっぱりザメルとドムトローペ、そいつの武装モリモリっぷりたまんなくないですか。濃いよね。かっこいいよね。これ基地襲撃の時のしびれましたよ、ドムトローペ。ドムトローペはかっこいいよね、うん、これ今前から見るとこの重武装後ろやばいっすよね。これ、いやこれキットにもさ、うん、あのめちゃめちゃ武器ついててさ、うん、どれをチョイスして持ってくるか悩んで。わかりますよ。この他にジャイアントバズも普通に、これラケテンバズなんで、うん、なるほど。ジャイアントバーズも普通についてるんで。この足についてる逆噴射ブースターみたいなんですか。これブースターじゃないの普通に。このここ。そうです。あ、ブースターじゃないの。なんかあれじゃないの。砂をさ出したしてんじゃないの。ああ。砂漠で活動するからなんかエアクリーナーみたいなつけてる。エアクリーナーだね。つってもそんなところについててもね。まあこれはあの有識者が多分そのうちコメントに書くと思います。うんうん、あれかな、こうやって手で握って上でジャーって自分の頭に。いやいや、シャワーじゃないですか。防塵装置。あ、やっぱり防塵装置だよね。インテークか、うん、エアインテークだね。アニメ見てると気づかなかったわ、こんなあるなんて。そんな一番砂噛みそうなところにエアインテーク、うん、いざこうやってモデルになってみると分かることいっぱいありますな。夫婦みたい、はい、これ深読みポイント。じゃあなんで桜井さんの前ザメル参戦。ザメル参戦、ね、これをちゃんとポージングしたくてしたくてしょうがないんですけど一旦置いときます。気になりますよね、うん、それは今のポーズはとても気になる。すだちのやつ気になりますよね、うん、いや長尾さんありがとうございます。これもらっちゃっていいですね。いやいや、もらっちゃってください。ありがとうございます。もうそんなですわ。じゃあ長尾さんの私物紹介してもらったところって、うん、桜井さん何持ってきてくれたんですかね。あの突然私物紹介と言われましても、うん、思いましたけど、ね、割と物持ちがいい方じゃないので。でもせっかくだから、あの今回はテーマファミコンで行ってみようと。テーマファミコン、ファミコン、テーマが作れるってすごい、はい、まずですね、これわしゃがなに出ていた、ゲームボーイミクロ、ミクロはファミコンカラーの、まあ、これはあのそこまでレアなものではないと思います。あのミクロの中では一番結構レアなんですよ、もう今は。あ、そうすか。今となってはやっぱ入手困難なんで、うん、じゃあここからさらにこれゲームボーイ SP のファミコン仕様、はい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 、懐かしいですよね。これはあの SP 仕様には本体のファミコンカラー と、こちらの方が、コントローラー型になってる、ファミコンカラーがあるんですね、うんうん、あ、確かにそうだ、うん、違う。あの全体的に真っ白なもう一個 と、こっちがあるんですけど、まあこっちの方がいいかななんて思ったりします。綺麗に保管してますね。僕持ってるやつは全体がファミコンのやつなんですよ。だからこれと違うバージョンのやつです。あの箱も違うんですよね。これ実際遊ぶのに使ってたやつですか、桜井さんは。使ってましたね。わお。そしてあの次がもうレア中のレアっていうか、おう、これです。DS じゃん。任天堂 DS のファミコンカラーシール。これ
いつどのタイミングで出たものですか。実はこれは発売してないです。ええそれはレアですよ。逆に持ってこないでくださいよ、そんなえ、なんすかそれ、何のためのもの。実はこれは知り合いのモデラーが趣味で作ったもので、そうなんいただけてしまった。フルスクラッチみたいな一点物です。それはないですよ。実は、このカラーのところが、全体的にファミコン版みたいになってる DS の仕様みたいなのはあるんですけど、いやコントローラーに似せたものかな。だけどこれは上の方が白で下の方が赤とか、はいはいはい、全体的にファミコン風になってる。これは貴重ですよ。そりゃそうでしょ、すごい綺麗だし。他誰も持ってねえんだから。これは貴重ですよって全く見たことないって思ったら作られたものも貴重ですよって言われたらまあですね、確かになんで一瞬俺らを釣ろうとしたんだどのタイミングで出たものか聞いちゃったじゃん。そしてこれが自分が大昔に使っていたっていうか、一番最初に使っていたファミコン、これは初期型ファミコンですね。四角の AB ボタンがね、四角なのよ。もう使い古してだいぶ朽ちちゃってますけど。どの口が物持ち良くないって言ってたんだよ。こんなもんまで持ってる。もうコントローラーしかないんですけどね、一番最初のやつは。83年ファミコンが出た年に買って、うん、そのまんま愛用してました。でもボタンちぎれ飛んだりしてないのは状態いいですね。なんか最初期のやつってちょっとボタンがネチャネチャし始めたりするんじゃないですか。ボタンがめり込むんですよね。めり込むでしたっけ。めり込んで戻んなくなっちゃうから今の丸い形になってる。今のでもないですよね。今のじゃないです。後期型のこれめり込んでない。これはめり込んでないですね。いやだからちゃんとメンテしてるってことよ。俺四角いファミコンのことだってちょっと触ったことないかもしれない。こんな感じです。このボタン触ったことない。四角いって感じだよ。すごいもの触ってるな。すげえ。なんか押し心地丸と四角でこんな変わるんだ。うん、だいぶ違いますよね。でもなんか四角の方が端っこを連打することでより速い連射が可能になるような気はする。ああいや速いのはやっぱりプラスチックの丸い方ですね。ゴムだからね、それ。これなかなか戻ってこないので。ああじゃあベコっといっちゃうんだ。すごいしちゃうと、はい、うわすげえこれ。一応まだありますよ。なんかこれからはちょっぴり大きめのものになりますけど、ファミリーコンピューターロボットこれは伝説のファミコン、初めて見た実物。ファミコンを使って動きをプログラミングするという。あ出た。そしてこれが実機です。これよくいいな。ゲーム系のドキュメンタリー番組に出てるのは見てたんですけどね本物を近くで見るのは初めてっていう人も多いかなと思って持ってきました、うん、これってどうやってファミコンとつなぐんでしたっけ。これは物理的にはつながないんです。つながないんでしたっけ。この目のところが光線銃と同じ仕組みになってるんです。赤外線なんだ。いや赤外線ではなくてここから飛ばすんじゃなくて、うん、あれだ、読み取るやつだ。そうです。画面のコマを読んでるやつですよね。なんかのスコープと同じ仕組みってことですか。そうです。指令が入ると画面が一瞬だけパッと消えて、ターゲットのところだけ白くなる。そんなシステムなんだ。でそれをその座標というか操作線みたいなのを読んで、今のテレビでできないやつだ。まあ、ですかね。ブラウン管でないとできないやつですよね。そうなんです。液晶でダメか。液晶ダメなのよ。でもまあよくよく考えてみればっていうか当時から思ってたことなんですけど、ファミコンにはエキスパンドコネクタがあるんだからそれに直接つなげばいいじゃない。いや そうなんですよ、うん、それかなと思ったら何にもケーブルがないから、はい、シンプルに聞いていいですか。これどうやって遊ぶもんなんですか。これは例えばジャイロっていうゲームがあるとか、はい、ブロックセットとジャイロセットがあるんですね。これブロックセットです。ジャイロセットの方だけ説明しますと、はい、コマがあるんですね。コマが2つあって、うん、そのコマを、左に右に移動すると、うん、アタッチメントを、この横方向の5方向にくっつけて、うん、それを右に左に動かしてこのロボットアームを掴んだり離したりするっていうことができるんですけど、ゲームの中で青い柱と赤い柱があるんですね、うん、その青い柱と赤い柱はここにあるボタンみたいなものにコマを置かないと機能しない。でコマを単体で1個ズボンって置くことはできるんだけど、その手を離しちゃうとダメだから、うん、もう一個回すためにはスピナーっていうところでコマに回転力をつけてそれを置く、うん、ということをわざわざこれでやる。デジタルでアナログなコマ遊びをするんですか。そうです。会社君それはもう数字を聞かない当時誰が企画したゲームなんですか。これいや横井さんとかじゃないのかな。すげえこと。軍平さんが軍平さんがでのチームなのかもしれないけど、でもね、はい、これは確かに位置付けとしてはおもちゃなんですよ、うん、その
おもちゃであるからこそ重要な位置づけっていうのが実はあるんです。これは、うん、あのファミコンが出たのが83年なんですね、うん、1983年でこのロボットが出たのが85年なんですけど、うん、85年にはもう一つ重要なものが出てまして、うん、それは任天堂エンターテイメントシステムというネス、はい、実は83年からの大ヒットを受けてファミコンを海外で売るっていうのは、ちゃんと戦略的に考えられてたんですけど一旦見送ったんですね。時期を待とう、時期を待つってなぜかっていうと、うん、ちょうどその83年よりちょっと前ぐらいの頃から当たりショックっていうのがありました。あ、当たりショックか、はい、まあ、E.T. が全てってわけじゃないですけど一番有名なそのあたり VCS とかの、うん、ゲームのソフトの租税乱造によって、うん、全体的にゲームへの信頼っていうのが失われていた。でファミコンを売るときに、まあ、ソフトはとても良いだけどお店が買ってくれないっていうのを防ぐために、例えばこういうのがロボットとかがデラックスセットでついていたりとか、光線銃はいつもスタンダードでついていたりっていう風にすることで、新しいことができるようなおもちゃという位置づけで、あるゲームだけで終わってないと、はい、いやでも今知識があるから、まあ、これなんとなく当時の技術じゃそんなに夢のある遊びはできないんだろうなって思ってたんですけれども、子供の頃にこれ見たら間違いなく夢いっぱいで欲しくなってたと思うんですよ。いやどうかな。いや俺はバーチャルボーイすら欲しかった男ですからバーチャルボーイは意外とちゃんとやるとすごいんだよ、はい、ただ誰とも共有できないっていう悲しさがあるんです。一人だけで、まあ、そう完全お一人様なんで。ところでこれ、うん、下と上が微妙に黄色いですよね、うん、これあの日に焼けていて、この企画のために持っていこうと思ったらもう全体がすごいオレンジ。ちょっと前は違ったんですか。はい、あ、そうなんだ。もうそんな短ここいら辺とここいら辺が短期間で焼けるんだ、オレンジっていう感じで。短期間じゃなくてずっとほったらかしにしてたから。でも箱に入れたりしてたんですよね。してました、してました。それも焼けちゃうんだ。でもなぜか焼けちゃう、空気でってことですよね。じゃあ酸化なのかな。飲食ですけどね、ファミコンなんかも真っ黄色で、でこれはちょっと脱色しました。あ、綺麗にしたんですか。分解して、ワイドハイターにつけて紫外線に当てワイドハイターにつけたんですか今日のために、はい、それでちょっとツヤツヤなんですね。それは分かんないですこれちなみに動作確認ってできないですよね、もう今時。だからテレビで、いやー、ね、ブラウン管が動かない限りはちょっと難しい、まだ動くんかな、動くとこ見てるか。案外動くかも。ちなみにここに炭酸電池4本ぐらいが入る。乾電池、あ、ちなみにこれソラマークです。あ、お前自分の会社のものにつけて区別をしているという。すげえ細いっすね。ちゃんとしてるわ。そしてですね、うん、あのこれこの、ロボット単体は実は結構貴重なモデルで、はい、でしょうね。スマブラ X を制作した時に、うん、あの例えば私はいろんなフィギュアとかを買って、参考用にするっていうのを、穂村光の使い方などでやってたんですけど、はいはいはい、これはスマブラ X でロボットが参戦するときに参考にしたもの。ああ、じゃあ参考資料だったんですね。そうです。貴重なものを。だから、まあ、例えばこれを何でも鑑定団に出すと、これはスマブラ X でリファレンスモデルとして使われたものですねっていうふうに言ってくれるに違いない。いや、それは、それは、だってこれ僕がここでカッパラって持ってったら多分言ってくれないですよ。大事にしてくださいって言われるんですよ。中村さんのただの私物で終わっちゃうんですよ、これ。それ鑑定する人。どっちかというと、桜井さんに価値があるから価値が出てきてるっていう感じになってますよ。目利きみたいな。あ、まだあるんですよ、ファミコン。次はですね、同じように周辺機器で持ってきたのが、ファミリーベーシック。ファミコンでベーシックができる。おお、はい、プログラミングするやつ。そう。実機の方がですね、こちらになります。おお。綺麗すぎません？実はこれ、あのこれもまた巻き木だったんで、はい、着色しました。着色？今度は着色。ここは塗って。綺麗にして。綺麗すぎると思った。いや美しい。今の最新キーボードみたいに綺麗なもんだって。です。あ、すいません。お前それ持ってきてもファミコンがねえだろお前。それブラウン管のテレビは持ってこられてる。ブラウン管のテレビよく、よくあったな。すいません、今解説すると、プロゲーマーの方が画面外で、ブラウン管のテレビを持ってきた。ブラウン管のテレビを見つけて持ってきたんですけど。お前そんなに動くとこ見たいか、このいや、あの肝心のファミコンがねえんだわ。ファミコンあるか？ないだろ。
ファミコンある。いや、一旦置いときましょう、うん、でですね、これに繋ぐと RF ユニットじゃないの？ファミリーベーシックを繋いだ画像というのが1枚あるので、それ撮ってきたんでちょっと出してみてもらえますか。画像繋いだ画像も用意してくれたんですか？これです。こんな感じで繋いで、PC として使えるっていうものですね。いや、 PC というのは何かな、うん、ベーシックがやれるんですよね。80年代初頭あたりにだいたい3万円から6万円ぐらいの幅でゲームパソコンっていうジャンルがあったんですね、うん、ソード M5 とか、セガの SC3000 とかピュータとか、はいはい、うん、変わり物の中では RX78 っていうのもあったんですけどガンダムって名前がついてました。そういうようなジャンルの中で、出たのがファミリーベーシック。すごい特徴的なのは、うん、ほんの数行のプログラムでキャラクターが動かせたりすることなんですね。やっぱりこういうのは例えばドット絵とかを、ちゃんと自分で定義して、やらないとキャラクターが動くなんて全くなかったんだけど、うん、中にプリセットでマリオとかいろんなキャラクターが入ってることで、そうだ、はい、動かせる。それがキャラクターリストです。ここキャラ表、こういうのが最初から入ってることで本当に簡単にこれを活用してくれってことですよね。はい、例えばあったあった、物持ちが良すぎてさ、プログラムがここいらへん、ここいらへんに書いてあるんですよ。あ、これをやればこのほんの数行でいい、マリオが8方向に8人バーッと飛んでいくっていうのがついてる。ただあのムーブってありますけど、これは、普通のベーシックにはない特殊命令です。あ、なるほどなるほど、これ専用のものっていう感じ。え、桜井さん当時これでなんかプログラム作ったりしたんですか？しましたしました。あのやっぱり例えば堀井雄二さんとか、中村浩一さんとかが、早いうちにパソコンを持っていろんなことやってたじゃないですか。そうですよね。うん、自分とかには到底そんなもん返ってこないんで、これを使って、まあ、あのこれで学んだことは大きかったです。ファミコンのコントローラーで操作ができるんですね、キャラクターを。だからそれで感性力とかはこうつけるのかとか、つけたらどのように感情が生まれるんだろうっていうことをこれで知ることができる。これで、これそんな実用レベル高かったんですか？あの容量が2キロバイトしかないんですね。2キロか。要は今で何で例えていいか分かんない。何に使う？簡単に言えば2000文字弱しかプログラム領域がないっていう。だけどこれで学べたことはすごく大きくて、自分の中では明らかにこれがないとゲーム業界にいなかったんですか。だからファミリーベーシックがあるからカービィやスマブラが今あるっていう意味ではなかなか重要なものである。歴史のターニングポイント作ってるじゃないですか。そしてあのもう一つ実はすごい機能がありまして、これ、うん、あれなんか何ですか？ここの裏に電池が入るんですよ。これ実はバッテリーバックアップです。ああ、それに保存するんです。ここの、スイッチをオンオフすることによって、はい、中のラムとかをそのまんま、うん、記録することができるんですよ。あの普通のゲームのバックアップっていうのは、うん、ファミコンでは森田将棋が一番最初と言われてたりとか、うん、あるいはゲームという中では、スーパーカセットビジョンのドラゴンスレイヤーが最初とか言われてるんですけど、それが1986年だから、その2年ぐらい前にはバッテリーバックアップと呼ばれるものがついている。これ自分で電池入れて。そうなんです。これでちゃんと機能したんですか、このバックアップ機能？実はあの普通につけとくと電池の減りがむちゃむちゃ早い。なるほどね。常に消耗し続ける、当たり前ですけど、まあ、それにあのファミコンのカセットとしてこうやるわけだから、うん、やばい、すごい簡単に飛ぶんですよ。まあ、消えて当たり前みたいな感覚でやらないとダメです。本当は、データレコーダーでテープレコーダーにセーブするっていう、うん、ああ昔の光栄とかがそれでゲーム出してましたもんね。でも最初期のテープレコーダーなんて言っても今の人分かんない人多いんでしょうね。テープレコーダー、そうか、分かると思いたいんですけど、いやもう大丈夫です、このチャンネルにそんな人来ないで。みんなテープレコーダー分かんないよね。みんなあのラジオをテープで収録してくれる。あ、出てきた。 AV ファミコンかな。 AV ファミコンが、え、これ動くの？ファミコンロボット、これで今からセッティングするんですか？一応あのもし梶田さんがどうしても動作確認したいっていうなら、いやでも死ぬほど見てみたいですけれども、そもそもそれってこれ対応してるんですか？してると思いますね。あの要はテレビがつけばいいんですもんね。でもそれは一旦置いときましょう。そうですね。まだまだ、そうですね。
とりあえずファミコンというカテゴリーでは以上なんですが、うん、一応その穂村光の使い方で、いろいろなモデルを買って、それを参考資料にしているというようなのがある、うん、で、一つだけ持って帰ってきました。これおお、リンクリンクのフィギュアブレス・オブ・ザ・ワイルド・リンクこれそうですね、ブレワイですよね。海外で、スタチューとかを作っていたところのもので、うん、これはスタチューというにはちょっと小さめですけれども、それでも、まあうん、まあまあなデカさがあって、いや大きいです、クオリティも結構高いっていう、うん、なかなかいいものだと思います。これ参考にしてたんですか？これはもう、元の原作を知った上で後で買ったものだから、うん、もうモデルはできてたんで、あリンクのこのリンクの意味の使い方ってこうなんですよね。はあ、ほんまや、外側、はいはいはい、おまあ確かに外側に引っ張って、頬のあたりに近づけば、うん、頭というか耳の怪我とかなくて済むかなとか、うん、確かに、うん、ロード・オブ・ザ・リングでもこんな引っ張り方してたななんて思ったりもしましたけど、エルフがやる打ち方っぽいですよね、すごく。ただあれですよね、こういう引き方について話をすると弓の引き方警察とかが弓道警察のこと言ってました大丈夫ですよ、これ和球じゃないんで、これありますよね、うん、なんかどっちが長いとかね、そうそうそう、いやもうファンタジーの世界の弓に何かとにかく言っても知らないやからそれで、うん、持ってこられるものはこのぐらいのサイズだったんですけど、うん、もうちょい大きいサイズのものがありまして、うん、これ画面に撮ってきてるんで見せてもらって良いですか、うんうん、これです。おえこれでかいんですか？これは下のアイスクライマーのサイズと あれアミーボだ合わせて見てもらうと、まあまあでかくて重たいんですね。重たそう実はメタナイトとかは、電池が電池を入れると目とかが光ったりする、発色する、こういうのはまあスタチューって言えるサイズですね。これは何ですか？台座は鍋とかになってるんですか？それとも本当にただの台座なんですか？本当にただの台座です。でかいなぁ。で後ろにファイターカービィが隠れてるんですけど、ちょっとカメラのアングルで見えてない。ファイターカービィが、風切りが、はい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 、実はソードにも透明ガラスのような風切りがついてるんです。エフェクトついてますね。ああそして右下にブルーサンダーがいるのは気にしないでください。ブルーサンダー知らないですか？ブルーサンダー何ですか？海外ドラマだよ。映画です。映画、映画、あ映画か、戦闘ヘリの映画。ドラマはエアウルフですね。なんでこの組み合わせならここにブルーサンダーがあるんですか？いや狭いんですよね。ブルーサンダーは純粋に自分が気に入ったから持ってただけです。面白い飾り方ですね。すいません。これもなかなか足を踏み入れないオフィスのものなので、うん、あなるほど、貴重なものを見せてもらってるわ、うん、そして貴重なものというともう一つだけ写真を出しておきたいんですけど、うんうん、これです。これはもう一点物なんですけど、青森の弘前市で、はい、立ちネプタっていうのをやってたんですね。そのネプタにパルテナが、設定されたというか、パルテナの立ちネプタが作られたことがありまして、その参考用モデルとして、3D プリンターで出したものです。なるほど、これをベースに作るんだ。これ3D プリンターで出してるんですか？これは殻のついたものが、ネプタ市の方に行ってるとは思うんですけど、これももったいないから取っといたというもので、非常に脆いんですね。でしょうね。だからさすがにここまで持ってくることはできなかったけど、まあレアはレアだしなって思って、うん、こう取ってお見せしたという。いやありがたい。結構綺麗に出るもんですね、 3D プリンターで。そうなんですよ。しかもこれ2012年あたりのものですからね、うん、だいぶ初期じゃないですか。9周年ぐらいになったので、パルテナ自体がこんなちゃんと綺麗に出るんだ。さすがに頭飾りとか首飾りとかは後からつけてますよね。いやどうでしょう、割と一体化してるような感じではありますけどね。ただポロポロ取れる、うん、いやこれは持ってこなくて正解だと思います。責任取れないですか？責任取れないですね、これは。というわけで私物紹介は以上です。ありがとうございました。いや大ボリュームでありがとうございます。すげえ額が増えた。これちょっとベーシックのキーボード触ってみていいですか？もちろん触ってみたい。これ叩いてみたい。狭いですよ、今叩くと。なんかファンクションが8までしかないですもんね。あれキーちっちゃい。あとバックスペースがないんですよ。子供の指に合わせてるのこれ？いややっぱりコストの問題かなと思いますね。
フルサイズだとでかいですしね。割とゲームパソコンみたいなものはこれでもまだ良い方でカチカチとメカニカルな感じなんで、昔のやつはさっき触ったファミコンのボタンみたいにゴムみたいなものもいっぱいありました、うん、思ったより悪くない。なんかもっとおもちゃっぽいのかと思ったんだけど、なんかキー叩いてる音が、あのね、昔のパソコンの音がするですね。この叩き、この叩く感覚、今のゲーミングのキーボードにはないから、なんだろうね、うん、空洞感みたいなのが、そうそう、なんかもう音の響きだと思う、うん、すげえ、しかし綺麗だな。なんかもう指で削れちゃって、塗装剥がれちゃってキーが分かんなくなっちゃったりするのに、ずいぶん綺麗にの残ってますね。剥げてないもん。まあ例えばこれでチャットをするとかないわけじゃないですか、うん、プログラムのみ、しかも2キロバイトのなるほど、ね、プログラムのみなわけだから。そうか、言うても打つ量がそこまでじゃないんですね。そういうことです。確かに。ちょっと WASD 小さすぎて FPS はできないかな。それで FPS やんないよ。なんか人差し指のところにポッチがないのでわからないっていうのは、うん、どこに指を置くかはまあ自分で覚えて、これ WASD を押すとしたらこういう指の配置になるわけ。絶対他の押すね。アイテム使うね。俺の指一本の太さと大体キーの太さ同じなんですよ。あのね、これファミコンのコントローラーついてるんで、うん、ああそっか、ファミコン側に。そんなことは心配しないです。確かにそうだ。F キーがまたでかいんだな。うん。ほんまやね。昔はそんな感じでしたよ。ファンクションキーが大きい。F8 までなんだ。F8 までしかないよ、でも。12ないよ。へえ、これすげえな。ファミリーコンピューター用キーボード。これね、あの半年小遣い貯めて買いましたよ。これいくらだったんですか当時。1万5000円ぐらいかな。1万5000円。本当に思い出深いもんな。でもそうですよね、ファミコン本体買うのと変わんないですもんね。そうです、ロボットもそうです。え、これ後で買い直したんじゃなくてマジで昔から持ってるやつですか。うんと、これは後で買い直したやつかもしれない。さすがにそうです。後ろのジャックなんですかそれ。あ、これはさっきのエキスパンドコネクタ、あっちの、あ、こっちです。これはですね、あのここに、さっき言ってたデータレコーダーを挿してカセットテープにセーブする。ああ、読み書きって書いてる。単純にこれはミニプラグなので、ステロミニプラグかなんかでパッと挿して普通のラジカセにセーブすることもできます。テープに録音していく形ですよね、要は。はい、そうです。へー、すげえ、すげえな。ブロックセットそれお薬の箱みたいだよね。うん、楽しんでいただけましたでしょうか。楽しんでいただけましたし、俺はやっぱりこいつが動くとこが見たくてしょうがないですね。こいつどんな風に動く、そんな風に動くんですか。こうやって、いや、これはあのカメラのモニターの方向を向けるか、うん、向けるだけ、固定ですか。向けるんで。そうか、これは構造的にはテレビがやっぱり動かないと動かないですもんね、うん、そうですね、こうやって下がってこうやって上がってとか。もちろんかわいい。ゲームでもそういう機構は表現してますけど、でこれを塗装しちゃうとここのギアとかに噛んじゃうので、うんうん、それはやめました。あ、確かに一応動く状態にしちゃう。ちょっと厚みが出ちゃうと動かなくなりますもんね。そうです、そうです。いいな。なんかこうしてみると普通に飾っときたいですね。うん、結構これは、うん、あのもう有名なモデルになりましたし、愛嬌があるもんな。それでロボットはともかく、あの普及台数の話で言うとすごくって、うん、ダックハントってあるじゃないですか、はい、あれ世界どんぐらい出てるか知ってます。ダックハントですか。ダックハント、光線銃シリーズ。なんかみんな持ってて当たり前みたいな感じでしたけど。いや、でも銃持ってないと思ってないからね、うん、日本は全然なんだけど、海外ではファミコンのセットとかがあったりとか、スーパーマリオのセットとかがあったりして、実は2800万本ダックハントが、800万本。それスマブラ SP よりもずっと出てるじゃないですか。ダックハントが比べる先がおかしいでしょ、それは。でもあの、うん、やっぱりそういうこともあるんでね。まあまあ確かにそうですよね。やっぱりちゃんと調べて、うん、どういうものかなというのを確認しておく。このロボットの後ろのこのテレホンコードみたいなのって何のためについてる。これはもう電源がこの下の台座にしかないわけだから、電気をこう持ってってこの中にモーターがあって、モーターで動くとですね。なるほど、ザクのホースと同じ原理で繋がってるじゃないですか。一応実用の。なるほど。電話みたいな、モーターがある。
なんかメカっぽさ出すためにつけてるのかなと思ったら、そう雰囲気、うん、雰囲気いいよね、ちゃんと伝達して、それゴム腐ってないのすごいですね。うん、これは無事でよかった。でも、あの経年劣化するとベタベタしてきたりとか、うん、ブリード現象起こったりとか、そういうこともありえるので。こんなもう実際に見れるだけでも珍しいの、触れるとは思ってなかったかな。たまには古いものも良いのではないでしょうか。いいですね。これ今もう手に入らないですよね。多分いや、まだあの個体数は多いから手に入れようと思えば入れられるんじゃないかな。結構流通乗ったんですか当時じゃあ。はい、多分。そうなんだ。流通在庫はまあまああると思う。買えば飾っときたい。買って買えば。俺はこいつが動いてるとこ見たことないけれども、なんかデザインいいですよね、シンプルに。うん、子供心っていうか男のロマンがある。割と可愛げのあるデザインなんで、うん、スマブラ以外にも時々いろんなものにゲスト出演してますね。いいですね。かっこええわ。いや、動いてるとこ見てみたいわ。セッティングがね、一応パーツはあるんだけど、しこたまめんどくさいっていうのは。しこたまめんどくさいな、めんどくさい。俺らが放送してる間に裏で動かせるようにあのね、これすごいうるさいですよ。すごいうるさい。ゲーンって、そんなうるさいですかこれ、うん、モーターで回ってるので、ふわーみたいな言うんですか。別にあのエンジン音がするってわけじゃないんですけど、モーターの音なんで。ここに、ここでちょっと手もし触ってもよろしければちょっと試させてもらってもいいですか、稼働するかどうか。まあじゃあとりあえずお渡ししておきますか。本当ですか。隣に。いや、マジで動いてるの見てみたい。まあでもこれ最終的にこの2つを使うだけですもんね、カード1出して、うん、まずテレビとファミコンをつないでもらえれば、うん、最新の注意を払って扱ってくれよなじゃあ、うん、とりあえずあっちはお任せして次に進みますか。何を、ね、いやいや、まあもう私物紹介だいぶボリュームあったんですけれども、聞き代があったんですけれども、うん、まあせっかく桜井さんに来ていただいたんで、ゲームやっぱ一緒にやりたいなと思って、うん、そうですね、朝生だと遠隔だから実際にこう顔合わせてやる機会最近なかったですし、うん、なので今回はね、こちらのハードを用意させていただきました。何しろモンスターハンターの発売日ですからね今日。そう、モンスターハンターの発売といえば4人いるし、うん、一狩り行こうぜと。そう、俺、ね、あるよスイッチ自分のそれはね、今日のために持ってきてくださったんですからね。そうそう、持ってきた持ってきた、うん、はい、これ一狩り16ビットって書いてある。まあなんか買った時のシールがついてるんですけどまあほら、あの16ビットすごいじゃないですか。あ、うん、すごいすごい16ビット。スイッチはもうちょっとあんじゃねえかもうちょっとどころじゃないでもファミコンの倍ですよ、倍。まあでもほら、あの4人で触れることには間違いない、はあ、うん、そう、まあ、マルチタップついてるから大丈夫ですか多分ね、俺のガンダムが邪魔なんだねじゃあコントローラーを貸してください。今これ皆さんに画面は言ってるんですか。言ってないですね。まだ映ってないじゃないですか、うん、ジムカスタムにかかってます。ジムカスタム、体調がじゃあちょっと画面を出してみてもらって良いでしょうか。イエーイ、はい、メガドラミニ。これせっかくだから、あのユーザーの皆さんに何やってほしいみたいなのを聞いてみたいなと思ったんですけど、あ、ただ大半の人は何が入ってるか知らないじゃないですか。いや、これ一家に一台の普及率だと思うんで大丈夫かな。桜井さん、桜井さん急にバカになっちゃいましたとりあえずあの皆さんのコメントって見られますかね。出せるでしょ、端の方とかに。どっかに出ますかね、うん、もしあれだったら俺の画面そっちに回してもらってもいいけど。最初に言っておきますけれども、はい、あのミッキーと悠々白書は触りませんからね。え？悠々白書多かったですね今。ええ、あのこれ言っとかないとリクエストが埋まると思うんで。やばいかな。え、カイちゃん、ラングリッサーはいいの？ラングリッサーはいいです。これ長いだろう。スピードが速くてちょっと読めないですね。コメント出してくださいよ。これ。じゃあ、あの相変わらず、あ、僕今見てますけど、まあ、悪ふざけしてる奴らがミッキーと有役所って書いてます、大体。うん、無視無視。ダライアス。ダライアス、行ってみましょうか。ダライアス。じゃあ、あの、せっかくだから解説も含めて、私がプレイするってことでいいですよね。もちろんです。まあ、二人をできないもんな、これ。
梶田君、俺の携帯を。じゃあですね、あの、はい、ダラヤス超有名なソフトなんですけど、知らない人も多いと思うので説明も含めながらいきますね。ダラヤスってこういう横スクロールアクションゲームなんですけど、うわごめんなさい、これすごくラグが多くてプレイが こっちかこっちのモニター見てる。なるほど、テレビだとダメです。びっくりした。それ僕と解釈は前にもう何度も聞かなかったその罠で、あのこれが出たのが1986年コピーライトなんですけど、1987年の2月頃だと思うんですね、実際に稼働したのが。あ、そうなんですか。はい、これが出た時にはなんか大パーツが出現したっていうこと、すごく他のものと違う特徴があって、これは1画面で今構成されてるけど移植版だったんですね。これは本当は3画面で、3画面でね、横に。で、その3画面の上にボディソニックがついていたと。ボディ、つまり低音でズン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 音が鳴るんですね。ルーファーみたいな音です。そうです、そうです。それが、ボスの巨大戦艦みたいなのが出てくるときにズズ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 って。めっちゃコストかかってるじゃないですか、状態。ボスの巨大戦艦は、みんな水生生物なんですね。水の中にいる生物。これは有名だからさすがに知ってますけど、はい、あのシーラカンスみたいなの。そうそうです、そうです。魚介類とね、戦うのよ。うん、それで、うまいっすね。いやいや、そうでございます。じゃあ、あの以上、ダラヤスの説明でした。終わり。楽しかったね。よかったね。ボスまでも行かない。せっかちさんですね。いや、さすがにそれはなんなんで、うん、ここにほら、全26体の巨大戦艦が登場するスペシャルモードもお楽しみいただけますと書いてあるじゃないですか。あ、これ、ボス戦だけの。生挑戦してみましょうか。どうかな。これ、このゲーム、俺が生まれる前のゲームだもん。ボスラッシュ、ボスラッシュモード、ボスラッシュだと、弊社、弊社ボスラッシュこのアーケードは11体、26ボスっていうのが26体なんですけど、そのいきさつについてはまあ道中説明しながらで言ってみます。その前に死んだらごめんなさい。何でも説明できるおじさんだ一番最初の戦艦が A ゾーンってのがあるんですけどね、それがキングフォスルという、さっき言ってたシーラカンスの戦艦です。キングフォシル、これがもうとにかくデザインが先進的なんですよね。要塞とかが本当に適当なパーツの寄せ合わせで作っていたっていうような、何せよファミコン全盛期の作品ですから。わー、だけどこんなに美しい、かっこいい、こうしてみるとすげえな、やっぱ曲もかなり独特ですよね。うん、曲もかっこいいです、うん、本当にかっこいい。これ口開けてる間しか通用しないの。そうです、意外と攻撃が通らない習慣っていうのが多いんですよね、だから落ち着いて。本当は下びれも壊した方がいいんだけど、そういうのにこだわらずに。え、V 破壊あるんですか。あります。今スコアが、スコアが上がるんですか。じゃあ、はい、それでパワーは1個だけもらえます。本当は道中で、さっき言ってた横スクロールでたくさんもらえるんだけど、このボスラッシュモードでは1個倒すごとに1つだけ。実質モンスターハンターじゃないですか。そうですそして、このゾーン A が終わると本当はゾーン B と C に分岐するんですね。ゾーン B が上ルート、ゾーン C が、下ルートみたいな感じで、うん、はあ、ルート分岐まで。そうです。この当時その道中は全然違うんだけど、アーケードでのボスは B も C も同じで、このエレクトリックファンというやつでした。エレクトリックファンって何だ。扇風機あのだけど実際にはイソギンチャクなんです。イソギンチャク、なんかあの地球の文明みたいなのをつけたコードネームみたいなもので構成されてるんです。でも今すごく弱いので、こいつにも首殺される可能性大です。あー、なるほど、こいつ直線的なレーザーだな、これ。意外とあの敵の攻撃は全体的に早いんです。早いですね、自分が遅く。うわー、目が滑る。結構目滑るね、これ、うん、うわー、すげえ、俺もう目しばしばうわ、倒した。危ない危ない。でもかっこいいですよね、この戦艦。いや、かっこいいですね、うん、絶対いっぱいフィギュア作られてそうだね、うん、90年にあのスーパーダライアスってやつが PC エンジンの CD ロムで出たんです、うん、その時に、ゾーン C と B が B と C が、共通のボスっていう話しましたよね、うん、だけどそのアルファベットの全部にオリジナルのボスをつけてしまったっていうのが PC エンジン版、だからそのボスが移植されたのでみんな出てくるんです。それはアーケードとかでボツになった戦艦とかがいっぱいあるんです。すげえな。みんな水生生物。これはバーストアウトっていうのはフグです。フグ。
あ、バーストアウトだけど辛いんですよ。なんか正直 PC エンジン版より難しくなってんじゃないかなって思うんですけど、まずはヘルメットを返しないといけない。え、動きとか変わってんですか？難しくなってる。変わってます。うわー、危ねー危ねー、これきついな。そんな避けられるわけないでしょっていう攻撃が。避けとるがな。あ、そこアンチなんだ。かもしれない。でもあんまりそこまで詳しくないかもしれない。PC エンジン版の記憶と混濁されてるかもしれない。ここまでほぼ動き完璧ですけどね。今はね。だけどやっぱり最初の戦艦ではあるので、最初の方のユニット。そして BC ゾーンは本当はこの後 D、E、F ゾーンに分かれるんですが、そこでもボスがまたオリジナルになる。これ何パターンあるんですか、ルート。そんだけ分岐するとなると。ルートは最後に VW、XY、Z に行くんですけど、V' と X' があって、計7通りのゴールがある。まあここはボスラッシュはそこまでですけど、V から Z までですけど、でもそこまで行くとは思わないでください。さすがにそんなに甘くはないと思います。そういう設計だからゲーセンでいくらでも遊べたわけだな。こいつかっこいいな、ね、こいつ。こいつかっこいいですよね。めちゃめちゃ大変デザインじゃないですか。エイ？エイです。うん、で、わあ危ない。ああやっちゃった。でも耐えた。一発で死ぬかと思っちゃった。こいつ斜めに書かれてますよね。また暗くなる。斜めですね。斜めに書かれてるとよく考えると変ですよね。斜めになってるんで。確かに下にも上にもこれであったり。しかもこっちの機体は真横ですからね。でも斜めに書いたところがやっぱかっこいいですよね。そうです。そうですね。えい真横ってちょっとやばいですね。そうそうそう。平べったいですもんね。あんなに映えないデザインですね。危ない。これはちゃんと映えるフグとかは真横でしたね。厚みがあるような。ああいかん。アームが削れてる。これ壊れる描写でもいいですね、うん、全体的にボスの巨体が沈むっていう。これがボディソニックでガンガン流れ3画面という巨体で、ボディソニックか。そんな名称がついてたんですね、その機能って。しかし斜めに描いた方がかっこいいけど、このシルバーホークは真横から見てるシルエットもなかなか映えますよね。その上のジャイアントカッターとか。これシルバーホークって言うんですか。シルバーホークって言うんです。蒸気。なぜか鳥が生き物と戦う水生生物。鳥と魚と、まあ、捕食者の立場か、こっちは一応。ちなみに次のリトルストライプっていうのは珍しい淡水系の魚ですね。エンゼルフィッシュ。金魚じゃないですか。エンゼルフィッシュだって。エンゼルフィッシュ。金魚じゃないですか。エンゼルフィッシュって金魚の一種じゃないですか。いや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 。俺はこういう形の魚を見るとみんな金魚だと思ってしまうんですけど。全部金魚見えるの。全部金魚ですね。でも金魚吐き出してきてるよ。あ、金魚吐き出してますよね。危ない危ない危ない。口から金魚出てる、こいつ。こいつね。おお、ヒレ壊れた。V 破壊、V 破壊。意外と気性が悪くてドツキ戦艦なんですこれ。ヒレドロップするんです。素材出ますよ、これ。それは大事になってる。これ4人でやりてえな。これ4人用。あ、でもなんか複数人でできるやつ移植で出てましたよね、プレステ3から。ダライアスは最初から2人用ができるようになってるんですけど、うん、だけど2人用でやるとかえって難しいです。これバックも確かに取り上げるピングは押し合いになっちゃったりとかね。すげえ。このダライアスのシルバーホークってモデル化されてるんですか。されてますね、いくつかありますね。敵の方は何度も見たことあるんですけど、主人公の方は意外といろいろシリーズがあるので、うん、そのシリーズごとの戦艦みたいなのが時々立体化されてたりはしますけど、あ、シリーズはシリーズでまたちょっと違ったりする。全部同じ機体ではないんですね、はい、名前がこうやってズイーズイーって出てくるのいいですね。かっこいいっすよね。 PC エンジン版の26体モードではなかったと思うんだよな。あ、そうなんですか。PC エンジンは、その26体戦艦モードっていうのが隠しモードだ。これはザリガニです。ザリガニ、ザリガニですか。ザリガニです。アメリカザリガニですよね。アメリカザリガニ、外来種が。だからやっつける。これはもう日本の顔を返せ。アーケード版のボスだったんでやり方はわかります。これ海水と淡水の区別ないってことですか。敵のないです。水生生物ってことですね。もうだけどやっぱり海が多いですよね。うわ、しまった。これ難しいな。これ光ってる弾いやらしくないですか。だから視認性悪くしてますよね、あえて。背景もちょっとな、うん、そう、背景と混ざるね、ちょっと。そう、俺めっちゃ目痛い。
厳しい。これずるいわこれ。これアーケード版よりきつくないかな。アーケード版とかだと3画面だったんで。確かアーケード版より難しいはずですよ。3画面ない分、横の幅がないんで。そう、逃げ場がないなって思って。もっと広いってことですか。そうそう、横に長いのよ。今でいうウルトラワイドみたいになってるから。じゃあこれ不利じゃないですか、こんな範囲狭いの。不利だよ、そうそうそう。まあでもちゃんとバランス取りはされてるとは思うんですよね。へぇ、 PC エンジン版の方がちょっと無茶があったかもしれない。てらいもう G に次なんだ。次なんで。ザリガニときたらマイホームダディ。あ、どういうこと。ホームダディ、これはね、ヤドカリなんです。当てさせて。あ、ごめんなさい。じゃあ次からあだ名で当てようか。あだ名で当てましょうよ。いいですね。マイホームダディでヤドカリか。だけど、あのこれがね、あの PC エンジンでものすごい2A を飲まされたんで、よく覚えてるやつ。え、強かったんですか。強いです。すんごい強い。何しろ、この頭のやつを、頭の電撃を何とかしないと一撃で殺されるっていう感じなんで。ここ全然安全地帯じゃないとは思うんですけど、でも積極的でもいい調子で。おお、すげえ勝負に出ますやん。これね、あの時には近づかないといけないんですよ。すげえ、なんか腐ったイクラみたいなのめっちゃ飛ばしてください。飛ばしてくる。腐ってる。しかもこれ意外と投擲範囲が広いですよね。広いですね。まだ来るか。やけくそみたいにばらまいてる。ああ、相手。もう一発食らっちゃった方がいいんだけどな、本当は。そうなんですね。ああ、もう剥がして、再度。けるみたいな。ああ、なるほど。クソ、まだか。おお、いった。倒した。ふう、こいつは強い。何も強化ないまま来て、もうマックス強化されて。ところがこれはマックスではなくて、あのミサイルは次の段階のレーザーになったりする。あ、はい。二段階ボムはツインになったりする。だけど、奥深いですね、このゲーム。このレーザーってのが超クセモノで、レーザーにしない方が強いんですね。あれ、なんか他のゲームでもそんなのありませんでしたっけ。これが一番強い。グラディウスもそういうところがありましたよね、うん、これなんだ次は。ファッティグラットン。あーっと、これはアーケードに出たボスで強いです。太ってて貪欲。ファッティグラットン、タコ。タコ、ほうほう。正解はタコや。ファッティグラットン、タコ。ピラニアでした。あ、うん、なるほどね。ではないな。ファッティか。ちょっとずるくない。熱帯魚を飼ってたんですけど、その時にピラニアも飼ってましたね。はい、え、ピラニア実物飼ってたんですか。はい。お肉とかはさすがに食わせないですけど、水汚れるから。何食べるの。もう普通の魚のやつ。あ、やばい。え、あ、バリアなくなった。あ、本当だ。そんなこと言ってると、やばいやばいやばい。こいつは手強いので、まずい。あ、でも、おお、倒した。これ、いけるのでは。で、ここでレーザーにしちゃいます。これがレーザー。26メー。弱いんですよ、これが。威力出ないですか、こんな見た目で。敵を貫通するから連射ができないし。これって、6ボタンの上、連射を担ってないんでしたっけ。いや、これはもうボタン自体がすでに連射になってます。あ、そうなんですか。オートファイアだ。XYZ は何も効かないみたい。さあ、次は何でしょう。ガードサベージ。あー、こいつも攻撃的なやつ。ガードサベージ。あ、カニ。カニ。カニ。ありえんじゃないですか、ガードサベージ。カニ。すっごい攻撃的なんですよ。ベルサーの戦艦の中でも一番小さいけど。ん？答えは全然違う。何これ。何これ。サメです。あー。さっきデュアルシャークってやつが出てきたのに。シャークとは。いや、デュアルシェアーズじゃないですか。あ、デュアルシェアーズか。これ。シャークじゃなかった。あ、これヒレ壊れるやん。ナチュラル読み違い。ヒレ壊れますね、うん。だけどそんなん狙ってる場合じゃない。おっかない。この頭から出るタイガー弾みたいなやつに当たると一撃でやられたりするんで。うん、タイガーショットみたいに打ってきますね。一発食らった。結構この誘導弾が辛いですね、うん。でも近づく。そしてドツキ戦艦。ドツキ戦艦で体当たりする戦艦のこと言ってるんですけど、ドツキ戦艦危ない。おー、すげえ。で、なんで敵に接近するかというと、例えばこうミサイルを出すと、いや、ボムか、上の方ってめちゃめちゃ連射効いてますよね、うん、下の方は弾切れを起こしてる、はい、画面内にある数っていうのが決まってるので、近くの方が連射しやすいんです、うん、普通のレーザーも普通に撃つとこう。で、近くによるとこんな感じ。あ、攻撃力を得るために積極的に近づいていかなければいけない時もあるから。これは制作者が意図した仕様ですか。
多分そういうバランスで遊べってことですか、ね、で、スチールスピン、なんでしょう、いや、スピン、スピン、スチールスピン、これはね、ダラヤス2にも出てましたね、スチールスピン、うん、クラゲスピンですよ、これ、ハリセンボンです、わかんねえフグとキャラ被ってるじゃないですかいや、でもやることは全然違うんで色がまた、色が刺激的、アーケードの方ではゾーンによって色が異なったりしてたんですけどね、激しいですね攻撃、これこれ下のミサイルがちょっと辛くないですかね、さっきの理屈で下の方に行くことで連射できないかなと思って今下に座ってるんですけど、うん、誘導弾がきつい、相手倒せる、倒せるんじゃない、倒せる、うん、そろそろ死んでくれないかな、硬いのかレーザーが弱いのか、僕は仕事上がりに目が疲れてるんですいませんね、普通に夜やらない方がいいと思いますからね、うん、昼ぐらいがいいのかな、まあ、朝一もきついかなじゃあいつやる考えてみよう今日、うん、そうか働いてるもんな、桜井さん。はい、普通に監修をしてますよ。の部屋に、いや、でも、なんでこんな生放送でダラヤスやってんだ。いや、見応えはありますよ。大丈夫ですよ、日本でここだけなんで。うん、いや、世界でここだけなんで。さあ、次行ってみましょう。ハードマウルスク。あ、こいつは強い。え、名前もうわかんないわ。硬いんじゃない、硬い何かじゃない、カニ、いや、硬さと言ったらね、全然柔らかい、ね。あ、柔らかい。あ、こっちでクラゲかよ。クラどこがハードなんだっていう感じはするけど、でも本当に攻撃で言えたらハードですね。このあいけね、狙いがどっち行くのか分かんないんですよ。なるほど。はあ。だからうまいこと。下から出てきてるやつエグいですね、あれ。画面外から来てますもんね。そうですそうです。だけどそれは足を切っちゃえば封じられるので。なるほど。弱体化を図れるんだ。開いてー、開いてー、やばい、やっちゃった。でもまだこんな時にもうちょい続けますか。これ全部初期化されてるんですか。はい、弱くなったやっちゃったーって。この時代のゲームキッチー、あ、これは大丈夫か。やっぱり強かったな、こいつは。忘れてましたね、こいつの鬼門なんですよ。はい、桜井さん、これって、はい、電池、その電池、電池ですよね。そのロボット、炭酸電池を4本ください。画面外でロボットの、ファミコンがですね、はい、なんとか映りました、はい、起動した、はい、おお、あとはロボットが可能性出てきましたな。ロボットが稼働してくれるかどうかになってきました、うん、でもとりあえずこれをやっちゃいますよ、はい、そっちはやってください。アロイランタン、ランタンがヒントです。ランタン持ってます。チョチアンコ、そうです、チョチアンコ、やった、これ有名な敵っすね。これはダラヤス2に出てきます、うん、ああ撃った、危ねえ、青玉が混じってるから注意しないと。こいつシーラカンスの次くらいに見覚えある。これ先端壊れるんでしたっけ、うん、チョチンは壊れます。だけどダラヤス2で出てきた時とだいぶ形状が違いますけどね。2で出てきた時には画面の端に顔しか出てないぐらいのでっかいやつで、中にさっきのスチールスピンを買ってたりとかして。ああ、そうなんだ。ああ、今外から弾引き寄せて尖らせて発射する、うん、はい、これ引っ張られてますね、引きずられてる、引っ張られるんだ、時期も。ああ、じゃあちゃんとこいつがおびき寄せる習性を落とし込んでるんですね、うん、ゲーム。だけど気をつければそんなに難しくはない。ああ、でも確かに、さっきのハードマウルスクね、強かったです。おかげで2段階のパワーダウンをしているので、この後も辛いところが。全20何種でしたっけ。26。いや、最後まではいかないですよ長いしね。よく作ったな、26種も。結構攻撃種が少なくていいですよね、うん、後の方のシリーズになると攻撃種が多くてものすごい硬くて。タフスプリング、誰だっけ。タフスプリング、私も忘れちゃってました。タフスバネ、あ、分かった。イソギンチャがさっき出たよ。これはね、エビです。
はスプリング、君のことは忘れていたけど攻略方法はなんとなくわかるよ。ザリガニ接近しろ。ザリガニとは違うの。ザリガニとは全然違います、ね、ちょっとは食らってもいいけど三日月弾だけには食らうな。あれあったらあったら一撃で終わるので。あれ一撃なんですか。その狭い中をなんとかこうくぐり抜けて。早い。お見事。おエビかっこいいですね、この形、うん、ちゃんと沿ってるのがいいですね。これをどこでちゃんと書いてね、えらいな。おいしそう。おいしそうなエビだよね、これ。まあ、確かにダライアスの敵はみんなちゃんと、うん、食えそうに作ってあるね。言われてみると食えるか。次は何かな。自分も順番は分かんないっす。ハイパーストングって誰だっけ。ああそうだ、あれだ。これは分かんないと思う。クジラ、クジラ、こういうのがいいっぽいよね。なんか、うん、答え言っていいですか。はい、スティング二の傘。分かんねえわ。パッと出てこない。でもこのデザイン見たことあるな、うん、これはダライアス2の一面に出てきます。あ、それで有名なんだ、うん、で、ダライアス2では核爆弾みたいなのが爆発して2人出てくるけど一気に死ぬんですね。1秒で死ぬんです。だけど今回はそうはいかないみたいな。いや、なんか結構エグいんですけど。意外とシンプルだけど強いですよね、この誘導弾。あと前の方の弾をよく見ておかないとね。意外とあれだな、上下の振幅が少ないな。このペンシルロケットみたいなやつは一撃で死ぬやつですか。はい。マジかよ。あ、いや、それは大丈夫かな。いや、わかんない。当たってみようかな。いや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 。何でも試す。ここで検証を。相手、食らった今。そろそろギャズカタカーニーが、その四角いやつのことなんですけど。ダライアスの雑魚敵って例えば名字とかを逆さにしたものが多いんですね。ノーコってのはコーノになるとか、さっきの時間切れキャラのヤズカタカービンって言うんですけど、それは、三方和也なのかな。スタッフの名前ですか。多分そうだと思うんですけどね、違うかもしれない。大ゾーンまで来ちゃった。結構進んでますね。来てますよ。キーンベイオネット。ベイオネットってのは銃剣のことですね。銃剣みたいなやつなんかいたっけな。まさに銃剣ってやつが出てきますね。ただまあもちろんアレンジされてのことだけど。 あれですか、あの鼻の尖った。そうです、カジキマグロ。はい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 。これはアーケード版に出てきたボスなので、まあ知ってるけどちょっと強いというか自分は苦手。うわー、なんか上のレーザーエグい。こんな攻略では良くないな。4連装、4連装レーダーが、ね、その4連装、本当に4つ減るんで。あ、でも破壊しましたね。破壊したらもうこっちのもんだ。あとはぶつからないように注意しながら。ああ、ここさえ壊せばそんな怖くないんだ。でも上ギリまで来るから怖い、やっぱり。下のヒレを倒して下にギリギリで行くっていう手もあるんですけど、なんかアーケード版でそれ結構 やろうとして失敗したななんていう記憶から上から行きます。結構行ってますね。これ行けちゃうんじゃないですか、もしかして。無理だね。そんなハードマウルスクにやられてるようだと。後半もっと強いんですか。あの VWXYZ が最終ゾーンなんですけど、うん、とにかくダブルゾーンの竜の落とし子が強い。ああ、竜の落とし子見たことある。死ぬほど強いっていうか本当に死ぬ。あれ強ボスだったんですね。はい。しかも自分は今パワーダウンしてるので、うん、次ドリオサーム。ん？これ分かんないですよね。ドリオサーム？あの今までの戦艦とは全く形状が違うやつが出てきます。ダライアス2にも出てきたキャラクター。下か。お？海蛇？ウツボ？これはウツボです。ああ。こういう手合いはまああのこう接近しちゃえば急に曲がれることはないんだけど、体に巻かれたらもう完璧アウトなんで。うん、ああ確かに。逃げ場なくなっちゃう。この体が壊せるのはいいですね。確か PC エンジンもあって体壊れなかったと思うんだよな。これ壊れましたね。壊れたらあのポンポンポンって打ってくるやつは防げるかも。あ、まずいね。ここはまずいね。おお。わあ、結構また早い。
シルバーフォークと似てるから、あーやっちゃった。おー、体から優先してやっつける。ダメだ。これ頭だけ潰したらもう勝ちなんですか。そうです、多分。なるほど。いや、わかんないけど、ね、君になっちゃった。お、勝ちました。すげえ。なぞってみたりしてやりますよね。やりますよね。なんかこれユニークな形で落ちていくのがいいや。ボスデザインよくネタ切れにならんな。2段階ダウンしてたってことは、このレーザーが終わった後でウェーブになってたはずなんですよね、本当はきっと。ウェーブ、はい、次の段階です。そこまで来るとまあまあ良くなってくるんだけど。ミスティックパワー、ミスティックパワーで分かるわけないじゃんね。分かるわけない、ね、ミスティックパワー、ミスティックパワー、フォールアウトしか出てこねえ。これね、アンモナイトです。ミスティックパワーってどんなやつだっけ。僕はカニバル。あ、修正された。あ、はいはい、かっこいいな。だけどなんかでかい、こいつもまたすごい辛いので、ちょっと気をつけなきゃいけない。わ、しかもレーザーだと何やれ、セーラームーンみたいなだろ。あれ、随分画面内に長く残りますよ、ね、当たんないじゃん、これじゃ。レーザーが細くて、その三日月弾を避けたいためになるべくギリ下の方に行ってるわけですが、もちろん全然安全地帯ではないので。あ、危ない。おー、あっぶね、怖え。次は何かな。ここまでまだゲームオーバーになってないです。残機あと1ですか。残機あと2。残機あと2。レーザーもだいぶ長くなってきましたね。あれ、でもアーケード版ってこれ5連射にならなかったかな、途中で。今4連射ですね。4ですね、うん。あー、ファイヤースター、これはここで終わったかもしれない。人手ですか、そのまま。そうです。なんでここだけ分かりやすいんだ。この十字砲火が出てくるんですよ、上と下のどちらかをなるべく早く倒したい。だけど今レーザーになってるし、うわー、厳しいと思うな。なんか顔がついてる、気持ち悪い。ウルトラマン的な。ウルトラマンみたいですよね。でもとりあえずこのトサカを、綺麗なトサカを吹っ飛ばすしかない。カラーリングがウルトラマン、ね、意外と、意外といけないね、いけないね、ダメだね。すげえ、なんかダメだね、ダメだね。ゲーマスの水クリーチャーにめちゃくちゃいそう。足が壊れてないじゃん、水クリーチャーって感じだな。確かに、早く腕が壊れてくんないから壊れた。よし、あとは、まあ、このアメバタンに気をつければ。カラータイムを潰せば。ちっちゃい人を出してくる。海へお帰り。これでウェーブになりました。おお、これは強いんですか。ウェーブゴムはマルチ、まああの強くなるっていう感じで、まだそれほどまでは強くなってないです。ここからさらに強化できるんだ。じゃ あのだん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 広がっていくんですね、大きさが。大きさと速度が。だけど3連射しかできないから、さっきみたいにこんな風に打っちゃダメ。あ、ちょっとこう散らすような感じでやらないと相手のミサイルとかが飛び込んでくる。アイアンハンマー、どうでしょう。これは分かりやすいぞ。ハンマーヘッドシャメみたいな。そうです、シュモクザメってことですね。サメ1種類じゃなくて何種類も出していいルールなんですね、じゃあ。それに対して普通に考えてシュモクザメと普通のサメでは全然形状違うし、うん、これも斜め戦艦ですね。これはなんかすごい魚というか戦艦っぽいですね、うん。あとあれだ、さっきのキーンベイオネットに似てます。だから上か下かに貼り付け、貼り付けって大丈夫なのか。頭の動き方が掃除機みたいな。これちょっとなんかダイヤクロンみたいじゃないですか。ダイヤクロン味あるで、うん。これ前方の攻撃力はとても強いので、できれば前に回らない方がいいんですけど、これでいいのかな、これでいけるのか、もしかして。アーケード版とかだと全然潰されてたと思うんですけど。なんか下大丈夫っぽいですけどね、うん。でもこれじゃつまんないよね。えい、エンターテイナー精神が出てしまった。危ない。あ、なんだあの目に悪い、目に悪い球は何だ。いずれ多かった。お見事。あのニードル弾みたいなやつが結構食らっといたいんですよね。あれやばいですね。お、でも結構いってるな、 S ゾーン、うん。
VWXYZ がラスボスなんで、つまり T と U と、あ、S が、S が次だとしたら STU を。S、今もじゃないですか。うん、あ、そうです。あ、次が S か。あ、いや、S。次が T、うん。T と U さえ超えてしまえば、あとはラスボス戦ってことになりますね。来れたじゃないですか。ラスボス見せてくださいよ。来てるな。いや、でもな。バディブレイザー。バディブレイザーで何？バディ？バディ？いや、これは…セットで来る？なんだっけ？セットで来るか。いや、セットで来るやつなんていなかったと思うけど、誰だ？バディブレイザー。あー、なるほどね。ん？何って？あ、これはね、あの、天狗王だと思います、多分。知らないな。この、弾吐いてくるやつが、コキみたいになってて、あれが多分バディっていう。えぐ。あいつをほったらかしにするととってもきつい。確かに。なるほど。で、今、ウェーブが見事に下がってる状態なんで、きつい。うん、ここは丁寧に片付けていきたい。ヒレ、両ヒレの当たり判定と顔の当たり判定。ああ、後ろのヒレもか。ヒレ3つ倒すんじゃないかな。この後ろのヒレってもしかして今当たってないです？画面外だと当たってないかもしれないです。そう、そうきたか。だけど、こういう倒し方にしたいから前行ってゴリゴリって言うと危険があるな。でも今のこの調子で慎重に行けば行けそうな。やっちゃった。危ねえ。そうそう、焦っちゃダメなんす。発射した後広がってさらに戻っていて、ケツから再ホップしていくって超厄介な呼吸が飛んできますよ。だけど行動自体はシンプルですよね。この人自体は何にも打ってないっていう。覚えやすいですか？いや、覚えにくいですそんな26体なんてね、覚えてらんないですもんね。俺はシューティングでちゃんとクリアできたゲーム一つもないと思いますよ。やってみます？これ預けられたら大先輩じゃないですか。勝てるわけないでしょ、これ。ゾーン U でね、うん、あ、これはもうコードネームに名前がある。カニ、カニ、赤いカニ、赤ガニ。こんなストレートな名前なる？もう疲れ始めたじゃないですか。疲れ始めたもう U まで来たら、うん、いや、まあコードネームだから見ての通りっていう感じなんでしょうね。おっとっと、おそうだった。ポテッと落ちてきた。こいつもいろんな作品に出てきてますけどね。ちょっと待って、うわ、それどうやっていけるんだ。正面から打てばまあいいけど、終わったもん。これどうやって受けるんだ。おお、ジャンプしよう。あ、泡吐いてる、泡吐いてる。あっけさ、こいつが嫌いを打ってたのか。こいつが出してたんですね。これ弾が漏れてて危険だから、いっそ近づくっていうことでどうでしょうか。いいみたいですよいいのかな。良いみたいですよ。いいみたいね、うん、お見事。さあ、ラスボス戦です。 VWXYZ W が超えられないと思うんですけど、いや、頑張る。ここまで来たら期待しちゃうなこの五天王と言うべきか。 V ゾーンは五天王の中でも最弱。おい、俺ここまでダラヤスちゃんと見たの初めてだ。いいでしょ。いいっすね。まあボスラッシュモードだからってのもあるんですけど、知り合いがダラヤスを遊んでるところを見るのが好きって言ってた理由が分かりました。音楽もいいですしね、うん、こっからラスボス戦の曲、これも名曲だな。あっち、何だろう、カメ、カメ、ウミガメ、カメか。アーケード版だったらここでミサイルで一気に型をつけるっていう戦法もあるんですけど、そこまで連射速くないようなんで無理だな。気長に行こう。強化されてればそのくらい派手に攻めていけるんですね。あのウェーブだと貫通しちゃうからかえって難しいので。ああ、なるほど。弾が消えないってことですね。連射装置とかがないと、この連射多分秒間10連射ぐらいでそんなに速くはないんじゃないかな。消えることも含めて性能が高い。よしよし、なんか柔らかかったですね。よかった、ね、だけど次だ。ゾーン W 最強最悪の敵キャラクターがここにいて、ここは食らうこと前提で行くしかないです。最強最悪っすか。もう無理です。これもうエンディングなんじゃないですか、エンディングは Z まで行ったらね。
いけそうよこれ。いやーどうだろうな、やり方はわかるがちょっとアーケードでも難しいから避けちゃうぐらいの。グリーンコロナタスって言うんですけどね。え、グリーンコロナタス、タツノオトシゴです。あ、これがで超かっこいいんですけど、ヘルメットを最初に壊さないといけない。ヘルメットを壊してから攻撃です。だけど、おPC エンジン版とも違ってアーケード準拠だろうな、これは。トン、うわぁ、もう激しい、うわぁ、もう目に優しくない、うわぁ、早い、またきついこれ背景無地にしてくんだから、うん、背景のせいで弾すげえ見えなかった。あと上に下に動かされるのがすごい大変。クラッチャーロはしょうがない、一発で済むならいい。まだ、おお、まだちょっと寄りが足りない。あーちちちち、やーべー、もっと寄れ、あーこれミサイルも当てろ。ヘルメット剥がれた、あーこれだ、なんかむき出し、ケイク、おお、これいけるんじゃないか、近づいたぞ多分。あと3台、ま、いけるかもな、あと3機。まさかのダライアスクリア動画になるダライアス RTA になるとは、うん、生ですからね、生で珍しく手汗かいてますよ今あの桜井さんが手汗を、オクトパスオクトパス、カイジャ君何だと思う、タコオクトパス、オクトパス X って言うんですけど、像の名前が本当はついてるんですね。だけどこれはもう一キャラがそのまんまになってるんで像の名前はついてる。かなりリアル思考のオクトパス、かっこいい。でも、はい、うん、やっぱりラスボスだから強いので要注意。ちょっと足の根元にギーガー感があるよ。ありますな、うん、なんかあのメカデザインにタツノコプロの人かなんかが混じってたみたいな。そういえばなんとなく動物型メカってその辺で、あーちち食らってる。タツノコトシゴが強いのかな、タツノコメカの。よろしくない、よろしくなかった今。こいつもね、どっち打ってるかがよくわかんないんですよ。あー、2発食らった。お見事、あと2機、あと2機。このボスラッシュモード面白いな、見てて飽きない、面白いでしょ、うん、ちゃんと攻略もあるし、あと2名だけどね、意外ともちろんそんなに簡単ではないゲームだと思いますよ。でしょうね。今桜井さんがちゃんと動きを理解してるから見れてますけれども、最初のボスで詰まるだろうな、これ。まだあの最終ボスの方はやることが他のオリジナル戦艦よりはアーケードで知ってるから分かるっていうのはあるんですけど、でも例えばこの Y ゾーンとかが、まあ、道中が難しいのでほとんどクリアしたことないんです。道中の方が難しいですか？あの壁がすごい狭かった。ちょっと避けちゃう。今度イカ。タコイカ。タコイカとくる。ラスボスはなんだ？ラスボスはクジラじゃないの？はい、クジラです。ああ、もうない。ないけど、いける。やっべ。バリアがない。バリアなし。ちょっと次のクジラ戦は辛いことになりそうだ。いやー、ここで装備初期化はきつい。頼む、もうミサイルのみで戦ってる安全策、やった、危なげなくラスボス、いやーひりつきますね。いや危なげはすごいあったよ何しろバリアがなくなってこいつはひりつきますねラスイチ、白長スが出ますか、ちょっと期待しちゃうな、うん、巨大戦艦解体ショーをいい形で終わらせたい。コードネームは、ああ行くぞ、何ですか、いや、なんでもないです、ロボットグレートシング、グレートシング、すごいやつ、まあ、デカブツってことでしょうね、うん、
意外と嫌いも少ないです。出た出た。どうかな。めっちゃ怒ってるかもしれない。チュ？かっけー。青いんだね。慎重に行こう。ここはなんか定番の白毛とかじゃないんだ。ゾーンによって色が違うってのは。ドリル発射してくるか。そうなんですか。ひょっとしたら Z ゾーンと Z ダッシュゾーンで色が違うっていう。なるほど。空張りがあるんだ。はい。ドリル飛ばしてくる。あのドリルは一撃でしょ、さすがに。ドリル弾を、根元にくっついてるときに筒をこうやってバーッと方向に向く。これはいけるぞ。倒せる倒せる。とどめを。まだかな。弾幕すごくなってきてる。すげえ。その手法を打たない位置になるべく持ってこようとはしてるんですが、よし、やっとクリア。やりました。え、いけちゃったじゃないですか。すげーですね。すげーすげー。よし、いやー、ダリの課長より早いと思いますよ。それはまあ間違いない。だって途中死んでないんだもん。ゲームオーバーになってないから。ゲームオーバーになってないから。いや、でも途中で死んだ。あー、いや、でも残機残ってるからすごいですよ。あ、お疲れ様でした。いや、やっぱゲーム当たり前だけどゲームうめえんだな、桜井さん。たまに言われます。たまに言われます。これは何、このエンディング。 Z ゾーンのエンディングだと思うんですよね。エンディングも5通りあるんですけど、これは自分たちの身を犠牲に敵艦を沈めたってことですか。はい、こんな陽気な曲で自爆なの。カナイアスは守られたのだという。2機が合体し、化学忍法火の鳥を決めて、タツノコだから。タツノコだから。これがタツノコエンディングか。エンディングの余韻を楽しみたいところだけど、他にもまあ何か見たいですよね。そうですね。これをおそれ見てみますか。どうしたの、全部できたんですか。まあ、できたには、え、んダメ、うん、ダメそう、できたにはできたんだけど、テレビ、まあでも何をしていいかわからないんで、電源入れると。おお、あ、これは最初のアジャストをしてんのかな。確かにめちゃめちゃうるさい。すげえ音してるじゃん。そして止まってる。ああ、多分大丈夫だと。今ので合ってるんですか、稼働っていうか。あれ、もしかしたら最初にどっかに置いとかなきゃいけないみたいなのなのかな。うーんって言ってる。あ、帰ってきた。これが標準ですよね、多分。これであとはテレビの入力を受け付けたりとかしないといけないのかな。テレビがあそこに来ればいいですか。ここに置けば反応するってこと。ほうほう。でやってみてくれや。これ動く答え分かったから、すげえな、これまだ生きてんだ。でもこれテレビをそこに置いてしまったら、視聴者が見えないっていうことはないのかな。テレビ画面って見た方がいいんですか、これって。ああ、みんな、これが見てくれなきゃダメ。ああ、視聴者的に。それは大丈夫です。大丈夫です。ブラウン管。それは多分下でいいです。ゲーム機が下でいいです。ザメルが邪魔してる。ザメルの手法が。はい。え、ブロックのソフト起動したんだ、ちゃんと。すげえな。でも、ちょっと暗くないですか。こんなもんなんですかね、はい、発色って。いや、だいぶモニターがくすんでるみたい。動かないかも。これでテストってところでやれば。テスト、はい、ロボットをダイレクトに動かせる。うわー、ちょっと、なんだこれ。ピカ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 。今の点滅で入力ってこと。これだってんですか。これでロボットが動いていないんでダメっぽいですね。動くんだ。じゃあダイレクトでやってみてもらえますか。ダイレクト、それで、ロボットをどう動かすっていうパネルになってる。動いた。今上に上がるって。おお、動いてる。すげえ。ちょっとこれアームを下に下げてみてもらえます。その下から2番。下がってるの。おお。もっと下げてみて、そこでスキップとかできないですかね。すげえ、感動する。もっと下げちゃうとか。動くじゃん。で、そしたら回転できるかな。何かに引っかかってるんですね。もうね、モーターのパワーがだいぶ落ちてんだよ。なるほど。そうですね。経年劣化。これはもうしょうがない。モーターのパワーが落ちてる。最初の
初動のトルクが得られてないんだと思う。これ360度回転するんですか？いや、ここまでです。ここまで。よう動くな、しかし。じゃないとコードが。ちょっと手伝ってやんないと。でもこれをあのスタンドアローのロボットがちゃんと画面を見て動かしてるっていうのはなかなかすごい、いいですね。感動しますね。ドラクエ7のエリーを思い出すんだよ。悲しくなっちゃう。博士。これ肝心のブロックゲームできるんですか？今この状態で。ブロックゲームってブロックゲームはね、そんなにゲームってほどゲームは。これ一応パーツは全部揃ってる、ね。どう使うものなんですかこれ？この5つのアームをこういうところに刺すんですね。あ、逆だこれ。あ、逆じゃないのかこれ。あ、そうじゃないですか。その形なんです。ザメルがめっちゃ桜井さんぶっぱしてる。これをこうやって。あ、世界の高い、何すんだザメル。よくないよ、ザメル炎上しちゃうよ。もう炎上してるこれ。こういうことですか？多分。うん、そうですね。令和にこれで遊ぼうとしてるの多分ここだけですよ。いや、マジで貴重な動画ですよ、これ。世界中で。だってこれをまず取り出してベタベタ触って動かしてんだから。それでこのチップを置いて、そのチップをただ単純に操作して、右から左に置き換えるっていう、ただそれ。地味に難しそうじゃないですか。ちょっと無理かもしれないですね。手伝いながら行けば可能かも。これをじゃあ、どれでやればいいですかこれ。うん、さっきのダイレクトとかでもいいんじゃないですか。ダイレクト。ブロックを例えばよいしょ重ねて、はい、この緑のやつをこっちに持ってくるとか。こうやって、うん、下に下ろして下に。クレーンゴンじゃん。やばい、やばい、緑がやばい、やばい、なんか核燃料みたいなもん操作してる。怖い、怖い。これでいい。お、もう一段階かな。ここですかね。もう一段階いけるんじゃないかな。もう一段階でしょ。そしたらその左右のやつが、右のやつが、これが手のハサミなんだ。おお、おお、おお、なんかすっげえ落としてる。上に上げる。おお、持ち上げた、持ち上げたぞ。いや、ちょっと早い。いや、ああ、もう一度上げろ、もう一度上がろ、もう一度上がろ。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。おお、行き過ぎ、行き過ぎ、行き過ぎ。でもなんとか下ろさないと。もう一段階。これあれだな、バイトでフォークリフトを動かしてる。確かに。昔、はい、こういう小さい操作でロボットアームを動かすっていうおもちゃがあったんですね。うん、その延長線上にあるのがこれかなって思ってるんですけど。でも意外と遊べる、意外と遊べるっすよこれ。なんかクレーンゲームみたいな面白さありますよ、ね、これちょっと僕バカにしてたんですけど、うん、心の中で、うん、心の中でバカにしてた。いや、これ多分小学生低学年の子とかはちょっと楽しいよ、うん、ロマン感じますよね。ジャイロはね、もっとまともに楽しいんですよ。そうなんだ。機構的にスピナーってのがついてきて、スーコンをつなげたりして、ちゃんとこのアームが被らないようになってもおかしくないですよね。そうですよね。俺はこの画面の点滅でロボットを動かしてるのが信じられないです、ね、そうだよ、うん、こんな方法でメカが動くんだ、うん、おお、いったいったいった。任天堂の光線銃って昔はエレメカみたいなもので、うん、本当に光線銃の先からストロボの光が出て、おもちゃの的に当てるもんだったんですよね。ファミコンはその逆。これどういうこと。ちょっとずれちゃってますよ。ずれて、あ、おお、直した、無理やり直した。うまい、テイクよ。中野さんがファミコンロボットのプロになりつつ。ファミコンロボットのブロックテクを生かして、まずは現場で自慢できますよ。俺ファミコンロボット動かせるんだぜ。何、バカかと思われるから。多分いないでしょ、現場に他にファミコンロボット動かせるぜ。いないと思う。ああ、面白かった。いやー、いいなー。ちょっとケーブルの長さの問題で、うん、俺しか触れないんだけど、うんうん、いやー、ちょっと感動しましたわ、いいっすね、こいつが動くとこ。よかった、遊ぶとこありがとう。いいもん見れた。やっぱりあれですね、モーターは交換しないとちゃんとしたトルクは得られない、うん、そうですね。これモーターとギア直なんですかね。
ギアは直です。あ、直というかまあ何枚か重なってますけど、そのギアをより円滑にすることでもしかしたら動くかもしれないけど、ね、まあどの位置モーターが古いから、ハイパーダッシュモーターとかに変えたらすげえパワーになんないから。じゃん壊れる。じゃんバリ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 。これをバリバリバリ。ポイってすって。多分目がピャーンと赤く光る。こいつがブーンって。トルクがありすぎる。いやー覚醒するんだ。そのうち文明を持ったりとかね。これに復讐されるこれに人類がやられちゃう。ファミコンロボが文明を持ったあれ走行してるうちに11時が近くなっちゃう。あ、もうほんまやたっぷり楽しんでしもうた。もうちょっとメガドラミニとかいろいろ遊んで差し上げたかったんだけど。そうですね。もう、まあ、だいぶ遊んでて、ファミコンロボも含めたらだいぶボリュームのある放送になったと思うんですけれども、ごめんなさい、まあ、ちょっと長すぎたね。いや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 、楽しませてもらいましたよ。じゃあ最後のこれを1、2枚だけやって、うん、ありがとうございます。募集してるから、せっかく桜井さん来るってんで募集してますからね。ピコマリさんからです、はい、1周年おめでとうございます。ありがとうございます。YouTube を始められた際の周りの方々の反応や印象に残っている感想はありますか？また、こんな方も見てもらっているの？と思わずびっくりしてしまった意外な視聴者さんはいらっしゃいますね。ここにいらっしゃいますね。今日呼びました。今日呼びましたね。意外な視聴者さんを呼びました。まさしくその人を呼びましたね。わざがな TV、率直な反応したぐらいですが、最初に見た回、そう、何の回最初に見たの？それは。わざがな TV って。もう最初からじゃないですかね。初回放送から見てくださったんですか？だってこれやるよっていうふうに言われて、はい、で見に行ったわけだからやっぱり初回じゃないですかね。あ、だけどその時から、まあ、その前から番組をやるよっていうふうに伺っていたわけですけど、何よりも誤算というかそんなになるとは思わなかったっていうのは更新回数の多さがすごい。いや、そうでしょう。僕らも思ってなかったです。だって一つも思ってなかった。忙しいでしょ。そうです。それなりにね、売れてるんですよ。我々と来たんですわ。なんか想像していたものの3倍は多いですからね。多いですね。自分もいつやってるのか分かんないぐらい、あ、いつの間に更新されてるんですか。そうなんですよ。本当は週1予定だったんですけど、うん、その始めてみてやっぱりいろいろ YouTube っていう土壌を見てた時に、うん、1週間に1本っていう時間の流れじゃないんですよね。YouTube ってもっと早いんですよね。なるほど。だからそこに一応やっぱり合わせてみるかっていうところから大元に相談して、頻度上げていくかっていう。続けられるんですか？大丈夫なんですか？続けられるんですか？そっちに聞くんだ。まあ一応なんとかなるでしょうね。うん、まあ、スタッフの皆様にも頑張ってもらって今の更新頻度保っちゃいるんで、あとは我々がプライベートの時間を切り売りするだけです。すごいな。確かに、うん、まあ、楽しませてもらってますけどね。こうして桜井さんのような方にも楽しんでもらえる番組作りができているという自負もありますからね、うんうん、面白いですね。まあ、情報がなんか中年的な年齢層に、うん、なかなか収まってる印象はあるにはあります。はい、そうですね。さすが市場をよく見ている方の言うことは違いますね。いや、みんなそりゃそうだって言ってますよ。いや、意外性がある。今日の作りで WAT3 ですからね。確かにね。でも僕らもあれですからね、こう立ち上げ当初は20代を狙うんだいっていう心意気はあったんですよ、うん、女性ファンをいっぱいつけてウッハウッハモテモテじゃいって思ってたんですよ。すぐに無理だって思った。だって中村さんとかってやっぱり若い女性に人気があるんじゃないんですか？ありますよね。多分ないんですよ。はっきり言った。ないんですよ。あると思うけどな。どうなんだろう。いや、多分これないんですよ。意外とコンテンツによるというか、やること次第でそのつく客さんは違うんだなっていう。コメントの皆さんが、うん、10代美少女ですよっていうふうにアピールしてるんですけど、全員嘘ついてます。すいません、そうでしたね。そうでした。全員地獄に落ちるんで大丈夫です。嘘つきで嘘つきで地獄に落ちるんで。なんでこんなディスってんだ。俺らも一緒に落ちるから地獄に。俺らもね。嘘つかせてる俺らも一緒に地獄に落ちるから。筆頭で落ちるよ。あ、これは桜井さんへの、うん、メインの質問かな。ザ・ヌードル UDN さんかな、うん、
大きなプロジェクトやイベントに携わることが多いと思われるんですが、その時の心の持ち方とかテンション、メンタルの保ち方的なのを教えてほしいです。お、確かにこれ、気になるわ。テンション、メンタルの保ち方なんて考えない方がいいですね。考えない方がいい、やっぱり何かしなきゃいけないとか、ここで決めなきゃいけないっていうことを頑張りすぎるとかえって緊張しちゃうんじゃないですかね。確かにそうですね。普段のまんまがいいんじゃないかなと思ったりします。分かっちゃいても、そんな冷静に落ち着いて粛々とできます？なれるもんなんですか？大丈夫です。僕、桜井さんを最初にメディアで見たのは、写真とかインタビューは当然ファミ通とか、あ、ここで言っちゃったよ、まあ、大丈夫、大丈夫、そういうので見ましたけど、こう動いてる人としてちゃんと見たときはプレススタートなわけですよ。ああ、なるほど。あれって立ち上げた時に、ああいう風に出てこう MC というかやる想定だったんですか、もう最初から。想定になったのはいつからでしょうね。だけどそんなに立派な人は呼べないぞっていうことははっきりとしていたんで。あ、そうなんですか。立派な人は呼べないぞ。やっぱり手作りで行くぞみたいな。資金としてはなかなか厳しいこともありますし。でもまあ何より自分たちが主催だけして、何も外に出ないっていうようなことはないなと思う。あ、そうなんですね。特に植松さんとかは何か一言いただきたいともありますし。まあ、そうですね、それはね。出て喋る仕事って一番最初何だったか覚えてます？特に大きいというか、そのオーケストラ規模みたいなのをやると、スマブラデラックスのオーケストラコンサートとかは、すごい早いですね。はい、それまでの、例えばファミコン時代とかそういうのはそんなに露出もなかったですし。なかったんですね。はい、露出ができてきたのは。メディアがないですよね、あの時だと。その露出するって言っても。むしろファミコン時代とかは、クリエイターを隠しちゃう文化っていうのもあって。ああ、そうなんですね。スタッフロールを見ても匿名だったりとか。あ、変な名前とか多かったですよね。そうです、そうです。ヘッドハントを恐れて匿名だったっていう時代が自分よりちょっと前ぐらいの時代にあったりしたんですよね。それそういう理由だったんですか？匿名って。そういう理由本当にあります。いろんな理由があるんじゃない、はい、俺だったらもうなんか YN だけとか。ああ、分かんないですよ、ね、結構多かった。そういうのスタッフロール見ても誰だか分かんなかったの。代表分かんなかった。言われてみると。でも、とにかくそういうふうに外に出るのも必要があってやってるっていうことばっかりですね。自分がやりたくてやってるんじゃなくて、ここで伝えなきゃいけないからやる、必要性があってやるので、なんか必要性があってやるんだから、そんな緊張してる場合でもなくて。なるほど、極めてロジカルな考え方ではあるけれども、多分これ参考にならないだろうな。桜井、まあ、さんすぎて参考には、まあ、そういう考え方もあるよっていう、スペックが桜井さんすぎて。なるほどね。 あと、自分としては反省があるんですよ。この前のバルヘイムの放送とか見てちょっと反省したのは、はい、もうちょっと自分感情を込めて喋った方がいい。ラジオ今更言って自分に何か足りないものがあったと思ったんですか？僕はちゃんと感情を込めて話さなきゃダメなんだよ。いや、むしろ抜け落ちた感じがします。坂本さん、感情を込めたらそんな感じなんですか？ちょっと苦しいですよね。いや、よくね、視聴者のコメントからもあるんですけど、桜井さん普段の喋りが粛々と落ち着いていて落ち着くっていう意見が多いんですよ。ブロフォースとかみたいにさ、敵をガンガンぶっ転がしていくタイプの作品をやると、ちょっと恐ろしさがあるよね。ここで処理しておきますって言って数人キルを取っていくから冷たい冷酷な殺人鬼みたいなのが出てきます。キリングマシン。そこはキャラクターが出て良いんじゃないでしょうか。だけどもっと僕は感情を込めて喋らないとダメだね。そんな初めてロボット乗るパイロットみたいな喋り方じゃないでしょ。なんでいきなり若返るんですか、その辺は。すいませんでした。いや、でもまあ、面白い、貴重なものが聞きましたね、おかげさまで。皆さんわしやかなと、みはるさんからです。みはるですって。みはるがいなくなっちまったようなおなじみの。みんな今思い当たるシーンが一つですね。皆さん、わしゃがな TV が始まる前からのお付き合いだとは思いますが、はい、番組が開始されてこの1年でそれぞれ新たに知った意外な一面などはありますか？言うても長いからな、付き合いでしょうね。そこそこ特に皆さんは意外な一面。意外な一面、ちょっと聞いてみたいんですけど、
武功さんはどうしてわしやがなって言わないのなんでだ、なんで言わねえんだい単に自分で考えたから自分で言いたくないっていうあいつ何言ってんだ納得、そんなね納得いくと思ってんのかあのそこは意外ですよね、だって歌も歌うのにわしやがなが言えないんだそうなんです、歌はねなんならハードル相当低いんですよ、彼は最近歌は低いですね自分が生み出したものに対してのなんか一線の置き方みたいな独特なのかもしれない。あ、なるほどね。ちょっと他人行儀かもしれない。他人行儀、自分の作品に対して。なるほどなるほど。ポポテピピックとか一番気に入ってないとか言うしそういうとこなんだと思うな。なんかなんとなく気持ちはわかるな。いやでもね、俺もわかるわ。自分の出てる作品とかだと、なんかどんだけ面白かったですって言われても、ちょっと辛口に見てるもん。なんか素直にそれを、いやそうなんですよって全てをこう言っていけない。でもあそこがなるともっと良かったですよねとか思っちゃったりする。それってある意味自分が関わってるものに対する厳しさから来るものですよね。まあだからもっとなんか上目指せるんだろうなって思うと、もっとできるって、でもね、その厳しさとわしやがらって言わないとはまた別の。そうですね、わしやがらって言うだけですからね。何なんですかね。なんか本当に裏方としての線引きみたいなものを自分で作ってるのかもしれないですね。まあ今日着てきてる服を見る限り、裏方っていう線引きをしてることはよくわかるよ。ほんまやね。映る気が一切ないもんな。もし曲がり間違って映ったらどないするねんって思う。まあまあ言っちゃいますけど、あの全面にミッキーマウスがポイントだよ。無数にミッキーがびっしり前後左右に無数のミッキーマウスが出てる。こいつはマジでセルフステルス迷彩を身につけてる。見えないように相手が避けるようにしてる、万が一映像に映っても動画が消されるから。せめてそれが緑だったらよかったんだけどね。緑だったら抜けちゃいますからね。ちょっとハルクっぽいミッキー。なるほどな、意外性か。俺は結構桜井さんにありました。おなんかもうちょいその年も離れてるし立場も違うし付き合いづらいかなと思ってたんですけれども、最初子供っぽいってこと。違う逆に俺らによく付き合ってくれる人、付き合いのめちゃめちゃいい人だなって思いました。確かに、ね、あそれは言われることありますね、あのなんか、自分がとってもおっかない人のように晴らされてるようなことを往々にしてあるでしょ。そりゃそりゃあるでしょ。そりゃそうですよ。特にゲーム業界人からしたら、まあ、これはわしゃがな TV やる前からなんですけれども、ダメ元で誘ったことに対して本当に来てくれたりするので、明日あの富士サファリパーク行きませんかで本当に来ると思ってなかった。まあそうだね、あれはそんなこと言わないでください。本当に来てくれるからびっくりしちゃったんですよね。でそっから、ね、そっからなんですよ。あ、この人遊んでくれる人なんだって分かって、声かけていいんだみたいな、ね、だから気軽にお誘いできるようになった。そう、おっかないで思い出したのが、あの桜井さんのお家の前に3人で迎えに行って、あの、なかなか出会えなくて、ぐるぐる回ってってことあったんです。あったね。あの時桜井さん見つけた時、桜井さんが走ってきてくれてちょっと怖かったですよ。怖かった、なんで怖いんだよ。なんで怖いんだよ。いや、走らせてしまってるっていう怖さ。申し訳ないなって思っただけなんですけど、ダッシュしてる桜井さんってどんなメディアでも見たことがない。絶対ないよ、多分任天堂すら見たことない。怖かった見たことない絵でシンプルに怖かった。なんかスタタタタってこんな感じ。だ俺その後一番怖かったのは、ブクちゃんが何を血迷ったのか、今なら桜井さんにカービィで勝てるって言い出して勝てるとか言ってない。カービィで対戦しだしたんだけど、だから俺いけなかった時だっけ。そう勝てるとは言ってないから、ね、カービィで挑んでたんじゃない。いや今ならいけるくらいの風で、あのカービィのタイムアタックしましょうよ、自分から持ちかけてたじゃん。いや、あれは本当に負けたいっていう気持ちがかなりあった負けたいの気持ちなんだ。負けたいの気持ち、カービィで負けたいという気持ちが、ファン心理からみたいなところなんだ。まあまあ そんな感じ。猪木にビンタされたいみたいな。どうやったらそれ、分からせられたいんだ。分からせられたい。そんなどうやったら作った人に11のステージ早くクリアできると思う。作った人と対戦したくない。したいわ、したい。確かに。でも俺怖くて言えないわそれ、確かにな。確かに作った人とってないね。ないっすね。堀井さんとドラクエで遊ぶって話と同じ。ないっすね。そうですね、宮本さんとマリオ1の1どっちが早いかやりましょうよ。いや、ないでしょ。ちょっと勝てるかもしれないし、言い出すやついないでしょ。すごいね。恐れ多い神殺しですよ。神殺しマリオ11で対戦しましょうって言い出すよ。いやでも考えてみたら、クリエイターの格が全然違うんだよ。いやいやいや、そこらの近所の人みたいな。怖いね。じゃあ田さん時間がラストいつ行きますか。時間がね、時間もう時間来ちゃってるんで、はい、
なるほど、うん、いいや。ないお眼鏡にかなわなかったですね。ボツでボツ。あー、クソ投げ。それ長くないちょっと。あー、クソ投げ。ボツだな。これボツだな。これいいな。これ将来夢を馳せて、うん、今はお外出れないけど、将来的に皆さんでドライブ旅行するとしたらどこ行きたいですか？食べたいものありますか？ちなみに旅行において食事、アクティビティ、観光、お宿、何を重視しますか？それ誰ちゃんから？これはですね、中メガネさんからです。中メガネさんから。じゃあ中メガネ先に重視するのは道ですね。道、それはもう我々車で走ることが目的になってるから。はい、目的地よりもその道が楽しいか否かっていう方が大きい。できるだけ渋滞してない道の方が嬉しい。やっと遊びカーが帰ってきたんですよ、2ヶ月ぶりに。おめでとうございます。長かったですね。長かった。綺麗に治りましたか？綺麗に治ったんですけど、まあ、これから乗りたいなと。そうですね、最近はめっきり我々もドライブ行ってないですか、一緒には。それぞれ一人一人では走っておりますけどね。それぞれでもね、俺も早く見てほしいですよ、桜井さんに俺のカマロを。そうそう、早く乗せてください、そして窓枠を破壊させてください。窓枠、ね、窓枠は中村さんが一通り壊してくれたから直りました。違う、勝手に止めたんだ。あの時代の車、本当に作りがおもちゃっぽくて面白いです。ダイレクト感はすごいよね、うん、ダイレクト感は本当に面白いと思う。すごい。だけど旧車って修理と付き合わなきゃいけないからな、そこが大変なんですよ ね、まあ、ね。でも意外と致命的な故障しないんですよ。なんか俺が直してるところって、うん、本当に自分が気になってるところ。窓枠壊れるのは全然致命的じゃない。全然致命的じゃない。あそこ取れただけなら換気が良くなるだけなんで。窓枠取れるぐらい走れないってことはない。全く、うん、問題なく。だから中村さん、窓枠取れたまんま、あれ俺の車何時間運転してる？ 3、4 時間運転してませんでした。確かに窓枠壊れたの途中から忘れてたな。うん、ずっと運転してたでしょ。じゃあ大丈夫だ。大丈夫、全然大丈夫なんですよ。窓枠取れてアクアライン走ってんだから大丈夫だね。全く問題ないですね、うん、確かに大丈夫かもしれない。そういや、そろそろ中村さんのポルシェに乗せてほしいな。ああ、まだ乗ってない。そう、はい、1回買った後に遊んだけど、うん、乗ったりはしてなかった、ね、確かに。そうそうそう、だからそうですね、そのうちもう下手したらあれ買うかどうかの瀬戸際だったんで。ああ、そうですよね。タイミング的にはちょっと悩まれましたね。下手したら被るところだった。あの前のモデルを乗ってる時代で良かったと思ったんだけど、はいはい、次が出るって言うんで買い控えてた時に、はいはい、今の車があって、出会ってソロ買っちゃったっていう。ぜひちょっと一度体験していただいて。そうですね。またお互いの車交換して走りたいですね。桜、うんうんうん、井さんにでもあの車乗せるちょっと。ちょっとなんか怒られそうで怖いな。いや、なんかあったらダメだよ。逆に梶田さんに私の車乗せるのはちょっと狭くない？あれ一回運転？一回運転してました。運転はしたんですけれども、入れた。一応ギリギリ。ギリギリ。ただ危ないですね、俺が乗るってちょっと。一応言っちゃうと、曲がんないんだよね、梶田君のサイズだとね。アルピーヌ A110 っていうのを乗ってるんですよ。うん、なので、アルピーヌ結構ギリギリでしたね、俺は。うん、小型ライトウェイトスポーツカーだから、うん、しかも隣にブクブさん乗せてたんで、多分重量としてはあの体重としては自分が乗ってる時の3倍ぐらいあったと思うんです。もはやもうライトウェイトスポーツカーではなかったですね。ヘビーウェイトスポーツカーそうそう、人力で俺ら乗ることでマッスルカー並みの重量引き上げたんだ。低くなるわ。いやでも楽しいですもんね、お互いの知らない車運転するのって、うんうん、そうそう、うん、でも逆に俺古い車乗ってるともう50年前でもこんなもんなんだって思いますもん。全然今の車と比べて。あ、でもそれは思ったよ、うんうん、あ、全然こんな風に乗れちゃうもんだったって思った、うん、でもなぁ、あのエンジンをパワーアップしてるんですよね。いや、あれはエンジンはいじってないんですよ。あ、そうなんですか。そのまんま350の当時のエンジンそのまんまで、もちろん細かい消耗パーツを変えてますけれども、早くしたりはしないですね。よく走るなぁ。よく走ります。うん、ただびっくりした。カマロにすっかり乗り慣れた後に台車のクラウン乗ったら同じ車とは思えない。同じ車じゃないから。そうですね、50年の歳月をそこで一気に押し寄せて、まあ、コンセプトが違うから。そうそう、ね。うん、マッスルカーとね、うん、ラグジュアリーカーだから。でもやっぱりカマロの方が楽しいって思いましたね。楽しさはそうだろうね。今日俺の肌には合ってたんですよ。でも質問に全然答えてないじゃないですか、これ。ああ、まあそうだよ。でも俺ら、まあ、答えたようなもんですよ。共通してますよ。道です。車と道とね、俺は景観。
警官、まあ、景色で警官も含めるおまわりさんじゃないよ、ポリスじゃなくて道とポリスって何やねん。いや中村さんカーチェイスか、最高速チャレンジしてるから。違う、何を言い出すんだ。なんでそんなことしなきゃいけない。道と警官捕まんないかな。景色景色、うん、景色やね、はい、うん、大事ですね。なるほどね。いやまた行きましょう、皆さんでね、みんなで走りましょう、はい、できればその時動画にしましょう、いつか走ってるところをね。そうしましょう。はい、というわけでね、本日は桜井さんゲストに来てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いいもん見ました。いやもう本当は企画いくつか用意してたんだけど足りちゃうんだよな、桜井さん一人でコンテンツが。うん、まあちょっとダライアスチャレンジが高すぎました、ね。いやいやいや、素晴らしいもん見せてもらいましたわ。1周年記念ということで今回生放送をお届けしましたけれども、はい、皆さん今後とも何卒よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。高評価、そしてメンバーシップもよろしくね。はい、またお会いしましょう。さよなら、おやすみなさい。高評価さん、またバルフェームやりましょう次。ああ、バルフェームね、家建てましょう。家建てましょう、家をね、文明を進めた。あいつ建築かじってるんでね。建築かじってるからな。